2024年10月14日読書,読書はスポーツ。体育の日振り返うん、なんかそんな感じ。朗読はスポーツ。どうし読書はスポーツ。というわけで、よし。えー、っと、戦国作、爆走爆読していく。貫六、下、超、下。 5軍備必要論ウェブの方の題名は「帝道北の方長王にまみゆ」訓読「帝道北の方長王にまみゆ」「長王曰く主は南方の白紙なり何をもってかこれに教えんとするやと」「長道曰く」「帝道」「帝道を曰く」「真は南方宗妃の人なり何ぞ問うに足らん」「しかりといえども王これを前にいたせり」 いずくんぞあえて答えざらんや「親若かりし時若かりしの時親勝っておしゅうるに兵を持ってせりと」と親ですかね「親」かな「親勝っておしゅうるに兵を持ってせり」と「長王いわく家人兵を好まずと」とちょっと字が違ってますけどまあ このまま程度をよりて手を討し天を仰ぎこれを割ろうていわく兵は元より天下の狂気なり臣元より大王の好まざるを思えり臣また勝って兵を持って義の小王に溶けり小王もまた言えり歌人は好まずとあ間違ってないですね違うちょっと違うところを見ていたもとい歌人は好まずと真いわく王の功よく共有 巨勇のごとくならんか巨勇は天下の患いなし故に受けざるなり今王はすでに洗脳の伝を受く僧病のやすく上知の削られず社食の血色せんことを欲するかと王曰くしかりと今人あり随行の玉時給の勘万金の財を取り時に矢に粛するに,にうちに毛本のいい経験の 慶慶の段なく外に窮道の行なくんば車席を入れずして人必ずこれを危うくせん今京藩の国あり王の京に望みて王の地を求めつぐるに利をもってするもすなわち聞かず特に義をもってするもすなわち聞かずんば王戦闘修行の具にあらずしてそれまさに何をもってこれに当たらんとするか王もし兵泣くんば隣国志を得んと いわく歌人こう教えを放然と訳分帝の人で道という名の人が北方彫刻の鶏文王にお目にかかった鶏文王が「先生は南方の物知りだそうですが私に何を教えてくださるのでしょうか」鶏道は言った「私は南方の片田舎の者です」。 王からご質問いただけるほどのものではございませんしかしながら王様は私を午前へ呼び出してくださいましたこの上はご質問があれば何でもお答え申し上げます私は若い頃親から閉学を教えられました世は閉学は嫌いじゃと言ったので程度は手のひらを撫でながら天を仰ぎ笑っていった軍事は本来天がの狂気ゆえ 私はもちろん大王がお好みでないことは考えておりました私は昔にも申されましたん私は昔にも兵学のことを義の小王にお話申し上げたことがございますその時小王もまた世は軍事は好まぬと申されましたそこで私は王様は昔の因君子共有のようなやり方が押し通せるとお考えですか 巨有には天下を統治するという煩わしい責務がなかったから兵学は嫌いだと言ってそれを受けずに済んだのですしかし今小王様はもう洗脳から国家を伝承されていますですからご先祖様の御霊屋が安泰で領土を侵略されず社食の祭祀をいかなく行いになりたいのでしょうと申し上げると 正王もその通りじゃとおっしゃししいました今ここにある人が随行の玉という牧水の霊蛇が,霊が随の君に差し上げたという少女であるその随行の玉や時球の菅や時球は宝石の産地のようでございますがよくわからないその時球の菅や 板金の財を持って野宿しななければならぬ時があったとしますその場合心に毛本という真の武王時代の毛利器師毛本のごとき威力も古の勇士である生計や慶喜のような勇断もなく外に旧子弓矢等の防,防備がなかったならば一晩過ぎぬうちに誰かが危害を加えるでしょう。 今貪欲な強国があって王様の国境に出兵し領土の割譲を要求してきた場合道理や正義を説き聞かせても納得しなければ王様よあなたは防御の具を用いての戦闘以外いかなる方法でこれに当たろうとせられるのですか。軍備がなければ、隣国は必ず思いを遂げるでしょう。これを聞いた長の軽文皇は教えを受けさせてくださいどうかご教示くださいと言ったのであった。 えと補足はございませんので続き6「マッシュの可愛さ」6「マッシュの可愛さ」ウェブの方の記事だと腸の太鼓を新たにことを用う訓六腸の太鼓を新たにことを用う真急にこれを責む 長子、救いを正いわく必ず長安君をもって知となさば平、ええ、すなわち遺伝と対抗がえんぜず大臣,大臣強いて勇む太また長安君をして血たらしめよというものあらば老婦必ずその表に椿せんとさし食将大公にまみえんことを寝ごう対抗気を盛んにしてこれを修す。 入りて静かに走り、至りて自ら射して曰く、老身、足を病み、すなわち失踪することはあたわず、まみゆるを得ざること、ひさし、ひそかに自ら除す、しかれども太閤を恐る、ゆえに大公を冒険することを願えりと、太閤曰く、老婦連を頼みてゆくと、曰く、日に職員、うるなきを縁にゃと、曰く、かゆを頼むのみ。 と曰く「老身この頃ことに職を欲せずすなわち自ら勤めて歩むこと日に三よりにして少し食をたしなむことを疫し身を和らげり」と「太閤曰く老夫は当たわず」と「太閤の色少しく溶けぬ」「刺し子曰く老身の洗足除去は最も枠をして」 不詳なりしかも心衰えひそかにこれを愛臨す。願わくは国威の数に干し持って王宮を守ることをえしめられんことを埋視して持って分すと。対抗いわく、慎みて抱くす年はいくばくぞと答えていわく15歳なり若しといえども願わくはいまだ高額に転ぜざるに及んでこれを託せんと。対抗いわく、上婦もまたその少子を愛練するかと。 答えいわく夫人よりも甚ははだしいと太鼓を洗いていわく夫人はことに甚ははだしいと答えていわく老親ひそかに思えなく王の縁故を愛せられること長安君にまされりといわく君誤てり長安君の甚ははだしきにはしかずとさしこいわく父母の子を愛するやすなわちこれがために諮ること深淵なり王の縁故を送るやその首筋を自してこれがために泣きその陶器を思い悲しむや またこれを哀れめりすでに行くや思わざるにはあらざるなり祭祀には必ずこれを祈ることの甚だしゅういわく必ず帰らしむるなかれと何長久に子孫たるもの相次ぎて王とならんことをはかるにあらずやと対抗いわくしっかりと差し子ういわく 今三世以前より長の長となるに至るまで長主の子孫の甲たる者その次でありしものありやといわくありしことなしといわく一人長の身にあらず諸公にありしものありやといわく老夫かざるなりとこれその近き者は災い身に及び遠き者はその子孫に及べばなり 兄人種の子孫すなわち必ず不全ならんにゃ位たっとけれどもこうなく法厚けれども老なくしかも長期を差し挟むこと多ければなり今王長安君の位をとたっとくしてこれを法ずるにこういうの地をもってし多くこれに長期を後うれどもしかも今に及ぶまで国にこう荒らしめず一旦三両崩れなば長安君何をもって自らを長に託せんにゃ老身思えなく 王の長安君のために図ること短しとゆえに思えなくその愛すること炎孔にしかずと対抗いわく「抱く君のこれを使う,使うところを惜しいままにせよと」と <laughs> ここにおいて長安君のために車百条を整え正に地とす聖兵すなわち伊豆死にこれを聞いていわく人種の子も骨肉の真も なお公亡きの孫老亡きの法を頼みもって金玉の重きを守ることあたわざるなり叱るを言わんにゃ人心を雇う。訳文「蝶の太公というのは慶文のの后で後世王の母であるがその蝶の太公が新たに政治を行うようになると信が急に蝶へ攻めかかってきた蝶は救いを正に求めた。 すると西王が「確かに長安君、えー、すなわち高征王の弟を人質によこすと約束するなら援軍を出しましょう」と言ったしかし大公は承諾しなかったそれで大臣たちが強行に諌めたところ大公はきっぱりと左右に申し渡した「二度と長安君を人質に出せというものがあったなら私はその顔につばを引っ掛けてやるからね」 続いてサシの植労が拝謁を申し出た植労でよかったえーと植楼サシの植楼が拝謁を申し出たすると太閤は景色盤で挨拶をした植楼は散大するとえー 静かに小走りで進み太鼓のおそば近くまでいたりご挨拶していたこの字は音符は「ろう」かと思ったんですけど「しょう」って読むみたいですね。うん。えー、っとそうですね「食しょう」と振ってますね。 直は三代すると静かに小走りで進み太鼓のおそば近くまでいたりご挨拶していった私は足の病気にかかりまして小走りすることができませず長い間お目にかかれずにおりましたやむことをやむを得ぬこととて自分で気休めにしてまいりましたしかしお体にお触りでもありはすまいかと気にかかって 何としても太鼓様のおお姿を遠くくからでも拝見したく思っておりましたた。ってりま太后は言った「私も出歩くには蓮だけが頼りでねえ」。職長は言った「それでは毎日のようにお食が細ってゆくことでございましょうに」。太后は言った「お粥だけが頼りですよ」。職長は言った「私めも最近ことに食欲がなくなりました。 それで毎日3より歩くように努力してまいりましたところ、食欲が少しは増し、体調もほぐれてまいりました。太鼓は言った、おばあさんの私なんぞにはとてもできないことですよ。こんな会話を交わしているうちに太鼓の気分もほぐれ、こわばっていた顔色も少し緩んできたアイスブレイクですね。そこで左し考が改めて申し上げた。 私の除は一番燃焼で不詳です。しかも私が老衰してまいりましたのでひそかに一層このせがれがいとおしまれる次第、どうか宮中の栄治の,の人数に加えられ王宮をお守りすることを得させてやってください命がけでお願い申し上げますし子のこの申し出に続いて次のような会話が交わされた太后は言った「謹んで承諾しましょう年はいくつかね」。 職翔は言った「十五でございます若いのですがどうか私がくたばりませぬうちに太公様にお託し申したく」。太公は言った「男親でもまっしはそんなにかわいいものかねえ。職翔が言った女親以上でございます」。太公は笑いながら言った「女親は格別なものだがねえ。職翔は言った。 私は内心太閤様には息子様である長安君以上に娘様である炎鵬をおいとしみだと思ってまいりましたが太閤は言った「それは老公の誤解じゃ長安君の方がずっと愛おしいですよ」「職長は言った父母がこう愛する心はそのためにはどんな深淵な謀り事をも巡らすものです」「太閤様が炎鵬を炎へ見送られた説には炎鵬のきびすをもって 陸に泣かれましたそして嫁ぎ先の遠いことを思われて悲しまれ縁光様を哀れともおぼしめしたのでした嫁がれてからもお忘れになる人でなくお祭司にはことに深く利縁になって返されてくる,ことの来るようなことのないようにとお祈りになってこられましたこれも長久にご子孫が相次いで王となられますようにとのお心からでございましょう。 嘱公は言ったその通りじゃ職長は言った三代以前、えー、すなわち成功以前ですね三代以前長家が彫刻となるまでに長州というのは漢公上皇など長州の子孫で公の位につきそのまま続いて家計を継いでいる人がありましょうか 大公は言った「ないね」。職長は言った「蝶だけでなく他の諸侯の国ではいかがでしょうか?」。大公は言った「聞いたことがないね」。職長は言った「このことは災いの近いものは公自身に及び遠くは子孫に及んだからなのです」。必ずしも人種の子孫が不全であったからではありません。 位ばかり尊くて功績ががなない、法六は厚いい、のに勤労がないしかも長宝ばかりあまり多く所持し,しすぎていたからです今太公様には長安君の位を尊くし肥沃の地に報じ数多くの長宝をお授けになりながら今に及ぶまで国に功績を立てさせてお上げにならないこれではこれでは一朝太公様崩御ということでもありますと長安君は一体何によってご自身を長にお託しになるのでしょう 私は長安君のためになさる太公様の計画は近両に過ぎると存じます。ですから遠行ほどに愛しておいでにならぬのではないかと考えたのです。太公は言った。なるほど。いいように取り計らってください。そこで長安君のために戦車百条を整え人質として長安君を聖へやった。そこで聖では援軍を出動させたのであった。 蝶の賢人死になる者がこの事件を聞いて次のように評論した「人種の子でも骨肉の真つまり兄弟でもなお功績なき尊益、勤労なき俸禄を頼みとしては金玉の長法を守り得ないものだまして人身の分際ではできるはずがない」と「遅く蝶の中心職蝶が太抗の末詩への溺愛を悲劇し悟らせ」 生人質にやって援軍を得たことを述べた賞老王と老親の会話は今日我々がいくらでも身近に見聞する事柄であるうんなんかアイスブレイクのうまい例とちょっと思いました次7親戚の論考は控えめに7親戚の論考は控えめにウェブの方のテキストでは「 神・長を責む平原君人をして救いを義に壊しむ。軍六神・長を責む平原君人をして救いを義に壊しむ。神良君兵を起こして簡単の城下に至る。真の兵やむ。愚慶平原君のために地を正さんことをこうて長王に言いていわく。 それ一卒をも戦わしめず一撃をも破らずして二国の憂いをときしは平原君の力なり人の力を用いて人の功を忘れるは不可なりと長王いわくよしとまさにこれに地をまさんとす高村龍これを聞きおっ高村龍出てきた平原君にまみえていわく君君,君を覆し将を殺すの 戦と読んだ方がいいかな君戦を覆し将を殺すのこうなくして奉鶴るに軍軍でもいいかも君軍を覆し将を殺すのこうなくして奉鶴るに東武城を持ってせらる彫刻豪傑の死多く君の右にありしかるに君の聖国たるは真のゆえを持ってなりそれ君奉ぜらるるに東武城を持ってして向こうに譲らず 彫刻の勝因を帯びて無能に辞せずひとたび国慣を解き地を増すことを求めんとほせばこれ親戚として法を受け黒人として功を図るなり君のために図るにうくるなきの秉なるにしかずと平原君いわく謹んで礼を受けんとすなわち法を受けざりき訳文信が朝を攻めた平原君長所」 は孝世王の叔父であったがその平原君は死者を出して援軍を義に壊せた求めに応じ新領君武喜が軍隊を動員して長の都漢旦の城下に到着したそのため新の軍隊は引き上げたそこで愚慶 という幽説の死で時に趙の宰相であったであろうこの武慶が平原君のために放置を増してやっていただきたいと趙の厚生王に申し出た厚生王のおじさんにあたるわけですね平原君一平も戦わせず武器一つ痛めないで趙儀二国の外観を解決したのは平原君の功績です。 他人を働かせておいて、おいその功績を忘れてはなりません。そこで長王は「よしそれに相違ない」と言って早速にも包丁を増そうとした。貴弁家の高村流がこれを聞き平原君にお目にかかって「あなたは敵軍を転覆したりあ軍になってますね敵軍を転覆したり敵将を殺傷したりのお手柄もなくして東部城に放ぜられておいでです。 長にはあなたより優れた師が君足にたくさんいますそれにもかかわらずあなたが最小であるのはご親戚だという理由のみによるのですだいたいあなたは頭部城に頬ぜられるについても無こだからと辞退せず最小彫刻最小の印を帯びるについても無能だからと辞退されない それをこの度たった一度だけ国難を解決したからとて法治の増加を求められるならそれは法を受けるときは親戚の身分で法を評価するときは一般の黒人でということになりますあなたのためにおもんぱかるにお受けにならない方がいいと思いますよ謹んでお言葉に従いますと言って平原君は法治増加を受けなかった補足後世王が愚景の進言によって 平原君の功績を読みんじて下法しようとするのを高村流が監視した一生である叔お父おいの間柄であるばかりにすでに過分の法を受けながらさら,にさらにたった一度のちょっとした功績ぐらいで下法を受くべきでないとする論法は貴弁家の言う高村流の言としては珍しく珍しく制国を得たものといえよう次8死者の容量。 ウェブのテキストだと「真・義を責めて寧友を取る」訓読「真・義を責めて寧友を取る諸庫を見流す」「長王の死い手がせんとし見たび反するも通ずるを得ず」「石王これを憂え左右に言いて曰わく真の京をもって寧友を得持って正長を,を制す」 諸公を見流す我ゆいてがせんとするに一人通ずるを得ずこれ必ず兵を我に加えんこれをなすこといかんと左右いわく死者三度ゆいて通ずるを得ざるは必ず死するところの者その人にあらざればならん良記というものあり弁しなり対応を試みにこれを使わすべしと。 両下州名を受けてゆく真に至り諸を新王に剣じて曰わく大王知を寧勇に広めたまい諸子を見流せり英雄の家君もまた密かにこれを読みんじあえて名居せず家臣をしてその平仏と報じ三度王帝に至らしめしもしかも使い通ずるを得ず使いもし罪なくんば願わくは対応その勘を立つなかれもし使い罪あらば願わくはこれを請うをえんと 神王使者をして法うせしめていわく我彫刻に使いせしむるところの者の正代皆我が言を聞かばすなわち諸兵を受けんもし我が国言に従わざればすなわち使者帰れと両旗答えて曰わく家臣の たるや、元より大国の意を受けんことを願うなり兄あえて敵ことあらんにゃ対応もしこれをもってもとい対応もしもってこれに礼することあらばこう報じてこれを行わんあえて疑うところなかれとここにおいて神王すなわち死者を見ていわく長兵平元君はしばしば歌人を偽動せり超よくこの二人を殺さばすなわちカーナリーもし殺すことをあたわざればこう 今諸侯を率い名を簡単の上下に受けんと両旗曰く長兵平原君は下衆家君の母弟なりなお大王の昭陽慶陽君あるがごとし大王の功をもって治めること天下に聞こゆ衣服の体に瓶なる前端の口にかなえるいまだかって昭陽君 慶陽君に若田ん部あらず、昭陽君、慶陽君のシャバ衣服は太陽の服魚にあらざるものなし、真これを聞けり、巣を覆し、卵をこぼつものあれば、鳳凰をかけらず、太を先、陽を炊けば、もとい、太を先、陽を焼けば、麒麟至らずと、今、 死神大王の礼を受け、もって帰り放せば、平友の君、育して、あえて行わずんばあらざるも、すなわち、商陽君、慶陽君の心を破ることなからんにゃと、神王いわく、抱く、とに従わしむることなかれと、領貴いわく、平友の君、母邸ありて、教会することあたわず、もって大国に憎まる、こうこれを退け、政治に預からしむること、のうして、もって大国にかなわんと、 王すなわち喜びその兵を受けて熱うこれを偶せり約文「信が義を攻め冥勇を取った時諸侯は皆参加した」「長王の使者も祝意を表そうと御度も繰り返し言ったが取り継いでもらえなかった」「長の慶文の王は心配して側近に行った」「信はあの強さで冥勇を手中にし生と長とに 「G 牽制している諸侯が皆参がしたのに私が何回参加に行っても私だけと取り継いでもらえないきっと私を攻撃する腹積もりと思うがどうしたらよかろうか」「3回行っても左右の者は言った3回行っても取り継いでもらえないのは死者が適任者でないからにそうありません良奇という者がいてなかなかの弁士です試みに彼を使わしてみられたら?」 両機は親しく長王の命を受けて秦へ赴き長王の手紙を秦王に献じていった大王が領地を寧勇までお披露目になったにつき諸侯は皆さんがされました我が長王も内心大変めでたいことと思われぼんやりしてはおられぬと家臣の私目に命じ兵没を帝物を捧げ3回も御朝廷へ上らせて上らせ ままししたたたが取りいいででだけせん私に不行き届きがないのならどうかご講義をお立ちになりませぬようまたもし私に不行き届きがありましたらどうかお教え願いたいものですすると新王は使者をやって次のように告げた「私が彫国に派遣する使者の言うことを長が大小の別なく全部聞き入れるのであれば手紙も土産も受け取ろう聞き届けられないならば使者は帰れ」。 税のがお答えしていった私が参りましたのはもちろん大国の御意を承りたいと存じてのことどうして否やを申しましょう大王におかれもし長王にお言いつけになることがあれば謹んで行わせていただきます決してお疑いくださいませんようにそこで新王は初めて長の使者を隠検していった。 長豹と平原君とは何回も私を騙し小馬鹿にした長がこの二人を殺せばよし殺しえなければすぐにでも書庫を引き連れて長の都寛旦の城下に参り挨拶を承るとしよう良樹 <laughs> は言った長豹と平原とは私の新しい主君の肉親の同母の弟で。 ちょうどあなたに「昭陽慶陽」というこれは「昭女王の道母帝道母帝の「昭陽慶陽」「良君が終わり」のようなものです。あなたが最こうにおいて政治を行っていらっしゃることは天下に有名なことです。着心地の良い服おいしい食べ物で良君にお分けにならぬものはなく良君のシャバも衣服も王様のお持ち物でないものはございません。私は巣ををひっくりり返したり卵を壊すようなものがあれば 王,王は飛ばず、体重を殺し、幼獣を焼くものがあれば、キリンは近寄らないと聞いております。今私があなたの命令を受け、帰国して報告したならば、私の主君は恐縮して、どんなことも、どんなことにもお従い申し上げるでしょう。しかし反面そのことで、正用慶陽良君のお心を痛ましめるようなことはないでしょうか。王は言った。よし。 では二人を政治に参加させるなよ。良きは言った。私のこっくんは。良きの「良きこの字ですけどこっち間違ってるんですかね。良きは言った。 私の国君は、肉親の同母帝であっても、それを協会することができませんでした。そのために、お国の憎悪を受けました。どうか兄弟二人を退け、政治に参加させないようにし、そして、お国のお心に添い立て祀るようにさせていただきましょう。これを聞いて、親王は喜んで献上品を受け取るとともに、領貴を丁重に待遇した。補足、税額領貴が、 趙から秦への難交渉の使者に立ち肉親愛の機微を説き秦王の難題をそらしですかね趙を窮地から救ったことの記録である眼畜に富む説得の仕方に贅沢の約除たる面目を伺うことができよう次合唱の利害。 ウェブのテキストだと「義」人等して平原君により将を長に壊しむむくん読「義」人等して平原君により将を長に壊しむ三度これを言えども長を聞かずいでて愚慶に大手いわくためにいりて必ず将を語れと愚慶いる大いわく今平原君義のために将を越えり家人聞かずそれ 死においていかんと、愚恵曰く、義誤てりと、王曰くしかり、ゆえにかじん聞かずと、愚恵曰く、王また誤てりと、王曰く、なんぞやと、曰く、およそ京と弱と、ことをあぐるや、強はその利を受け、弱はその害を受く、今義、将を求めて王聞かず、これ義は害を求めて王は利を辞するなり、真ゆえに曰く、義誤てり、王もまた誤てりと。 故に曰く義誤てり王もまた誤てりと訳分義が使者を出し平元君長将厚生王の叔父である平元君長将を通して合唱を長に壊せた平元君が3回も説得してくれたけれども長王は承諾しなかった平元君は退出の途中長の上京愚形にあったので言った 参大なさったらぜひ合唱のことを王様に話していただきたいと愚慶が参大すると王が言った今おじ上の平原君が義のために合唱を願い出られたが私は承諾しなかったよ君はどう思うかね義の考えは間違っていますねその通りじゃだから私は承諾しなかったのだ王様の考え,考えもまた間違っていますよなぜじゃ大体たい強国と弱国とがことを行う場合 強国が利益を受け弱国が害を受けるのが常識です今義が合唱を求めてきましたのに王様はそれを承諾なさらなかったこれは義が害を求めてきましたのに王様が利益を法的なさった法着なさったことになります法的法的なさったことになります私はそれゆえ義も間違っているが王様も間違っていらっしゃると申し上げたのですと説明した補足 合唱が国際関係にもたらす微妙な働きと当事国における利害とを伺い得る賞である次「10風紀は死亡への道」これですかね「平原君平陽君に言う」「平原君平陽君に言いていわく公私某真に遊び」 まさに品が支線として王公を辞す王いわく孔子まさにいかんとす一人もってこれに押しうることなきかといわくかつ君の命へこれを命ずることなくとも真元よりまさに君にいたすことあらんとすそれ気は,は富と気せずして富いたり富は両肉と気せずして両肉いたり両肉は強者と気せずして強者いたり。 者は死亡とせずして死亡亡として至る。「累生、以前よりこれに座する者しと王氏と王公曰く公主のこれに押しうるゆえんの者氏と「僕これを聞く」を得て心に忘れず「願わくは君のまた忘れるなからんことを」と「平陽君曰く慎みてくす」と「訳分」。 兄の平平君君が弟のの陽君に言った。公子坊が秦に遊び東方の祖国へ帰ろうとして秦の宰相王公、つまり藩書という人にいとまごいをしたその時王公があなたはいよいよご帰国なさるのだが何か一つでも私に教えてくださることはあるまいかと言ったので公子坊が「もちろん君のご命令がなくても私はもちろん何か申し上げておきたいと思っていました。 大体出世をすれば富を期待しなくても自然に富がやってきます。富は上等の米や上等の肉を期待しなくても自然にそれらがやってきます。上等の米や上等の肉はおごりや贅沢を期待しなくても自然にそれがやってきます。おごる者は強者は死亡を期待しなくても死亡は自然にやってきます。今までの長い時代にここに寄ったものは少なくありません。といった。 これにっったた。ものは少なくありません。と言ったすると王公が講師の「ご懇底なお教えは誠にありがとうございます」と感謝したとか「とか僕はこの話を聞いてから心に忘れたことがないどうかお前も忘れることのないように」慎んで拝いたします。と平陽君は答えたのであった「遅く分位は平明であるが」 書生君としても眼畜に富む一生である。11、色をとろえて知恵をし。ウェブのテキストだと、ある人、謙信君に、君の王に使うるゆえん、君の、

えーと冒頭からある人謙信君にあ恐れ入りますいろいろありがとうございますある人謙信君に言いていわく君の王に使うるゆえんのものは色なり衆の王に使うるゆえんのものは地なり色は老いて衰え地は老いて王子日に大きな地をもって衰悪するの色を追わば君、ね、必ず <laughs> そうですねやりたかったですね軍艦とかね勝ち旅行もいいですね徒歩旅行か。 ぜひ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 やりたいですね <laughs> よろしくお願いしますあのまたじゃあスケジュールを合わせてやりましょうぜひぜひ、うん、読みたいものいっぱいありますもんねこの間もね本当に楽しかったですありがとうございます訓読 ある人謙信君に言いていわく、君の王に使うるゆえんのものは色なり、州の王に使うるゆえんのものは地なり、色は老いて衰え、地は老いて王し、日に大きな地をもって衰悪するの色をあわば君必ず苦しまんと、謙信君いわく、いかんせんと、いわく木に並びて走るものはゴリにして疲れ、木に乗りてこれを漁すれば、うまずして道を取ること王し、 君衆をして独断の車に乗り独断の勢いを漁しもって簡単に折らしめこれをしてうちは国事を治め外は諸侯を。んせいせしめばすなわち衆のこと言われざるものはん。君よりて王に言いて重くこれを責めば衆の軸今にしておれんと。 謙信君采配して命を受け入りで王に言い熱く衆に忍ずるにことをもってして重くこれを責むいまだ記念ならずして衆逃げ走れり奥の細道とかもいいかもってちょっと思ったなんか和訳とかで読めるのがあったらいいですねある人が謙信君に言った。 和訳ってことないか現代語訳とかでねちょっとさらっと読めるようなのあったらいいですね。53次とか読んでましたよね前ね前 <laughs> ある人が謙信君に言った「君が王に仕えているのは養殖がれ優れているからだし」「衆という人が王に仕えているのは知識が優れているからである」「色は年を取ると共に衰えるが」 知識は年を取る,とともに豊かになる日増しに調ずる知識で日ごとに衰弱する養殖を追いかけられたならば君は必ず窮地に追い込まれるに相違ない謙信君が困って「ではどうしたらよかろう」と言ったのである人が舜明と並んで走ればゴリで,そであそうだったんですねじゃああの楽しみに待ってますので再会をお願いします。 シュンメイと並んで走ればゴリレー「疲れてしまうが春明に乗ってこれを御せば少しも産むことなく道ははかどるだから君は衆を独断という車に乗せ独断という勢いを御させじっと簡単に折らせて内地に当たらせ外諸稿県政策に当たらせたならば口では言えないような失態があるでしょうそこで王に申し上げて厳重に問責すればわっしょい。 さすが聡明な州の車軸もたちまち折れてしまうでしょうというと、謙信君は采配してアドバイスを受け入れ、なんかこの役はたまにカタカナが入るところが何とも言えないですね。三大して王に申し上げ、州を厚く黒人に任じ、厳重に問責した。すると一年たたのうちに州は失脚して逃げ出した。補足、人間の情緒、つまり色の部分、あのイケメン、イケメンだったってことですね。 と理性知の部分との巧妙な比喩を用いての説得と錯誤眼読に値しようそうですかねなかなか何とも言えない話です次記者謙信君にまみうこれか訓読記者えー、と12為政者の知恵商人に及ばず 記者、謙信君にまみゆ謙信君いわく文信公の「僕におけるやはだ霊なし」「真非等して来たって使え,えー、使,えや <laughs> 使えしむるや使えしむるや僕これを上昇に関しご大夫に尺す」「文信公の僕におけるやはだしいかなその霊なきこと」と「 記者曰く信思えなく今の世のことを持ちうる者証拠にしかずと謙信君没前として曰くくっかことを持ちうる者を癒しんで証拠を高しとするかと曰く叱らずそれ了承は人と売買の値を争わずして慎んで時をうかごう時安うして買えば高しといえどもすでに安く時高くして売らば 氏といえどもだ昔文王は有利にとらわれ武王は玉門につながれしもついに中の神戸を切って大白にかけしはこれ武王の子をなり今君文信公と愛こうするに剣をもってすることあたわずして文信公の礼少なきをせむ心ひそかに君のためにとらず」と蝶の人記者が謙信君にお目にかかった謙信君が言った。 文信孔は分信孔というのは真の最小の呂布院のこと分信孔は僕に対し甚だ無礼だ真が人を介して彼を長に仕えさせようとした際僕はその人を上昇の蔵に入れてあり上,上昇の府に入れてありご体夫の位を与えてあったしかるに分信孔は僕に対し何たる無礼であることか。 とそれに答えるように記者が近頃の政治家は商人にも及ばないと思,う思いますと言うと謙信君は急に憤然として言った君は異性者を癒しんで商人を尊重するのかいやそうではありません立派な商人は人と売買するに際し値段を競争しませんじっと時期を伺っています相場の安い時仕入れれば少し高く仕入れてもすでに安く仕入れたことになっているし 高相場の来た時に、高相場、高い相場の来た時に売れば少しぐらい相場より安く売っても既に高く売ったことになって儲けは多い道理だ,道理だからです昔文王は有利にとらわれ武王は玉門につながれましたけれど結局宙を滅ぼしその首を切り落として太白の旗竿にかけたのは武王の手柄であります。時期を待つ、今君は、 信信とをしなながららら時期ををり得いいでいたずらに文の無礼を責められる私はそのなされ方に賛成ができません。補足謙信君が分信公呂不医の失礼を起こるのに対し蝶の人記者がつまらぬ礼に肯定して「起こるの火」を述べて為政者の知恵が商人のそれに及ばぬことを指摘し文武二王の故事を述べて時期を知ることの用を説いている。 論理展開の妙を味わうべきである。まあそれからこれは呂布院が商人だったっていうことも踏まえているんだろうなと思いますけどね。13「盤を捨てて捨ても」ん「半、半を捨ても,捨て,も捨てても」ですかね「体を守る」。 なんだって。<laughs> なんだってですよねはいえー、とテキストの題名は「議会謙信君に言う」「訓読議会謙信君に言いて曰く人形邸を置くものありて虎を得たり虎走りて藩を決して去る虎の女王その藩を惜しまざるにはあらざるなり」うなささそうそうそう本当にそうなるよね。<laughs> 虎の嬢その藩を惜しまざるにはあらざるなりしっかり思考して冠寸の藩をもって七尺の実を害せざる者は剣なり今国を保つはただに七尺の実の実にはあらざるなりしかして君の実の王における冠寸の藩にはあらざるなり願わくはうのこれを塾とせられんことをと議会が謙信君に言ったある人が罠を仕掛けておいたら虎がかかりました 虎は怒って足裏の肉を自分で切り離して逃げました。どんな罠なんだろう。虎の情として足裏の肉を相席しないはずはありません。しかるにちょっと一寸丸ぐらいの小さな肉を犠牲にして、七尺の体全体を損なわないのは、計りの目盛りの慶長による判断といえます。結構小さい虎ですかね。 さて、国を保有するということは7尺の体の保全などと,とは比較にならぬほど難しいものです。あなたの身の上など王にとっては一寸丸の藩ほどにも相席すべき価値はないのであります。どうか50個あってお慎みのほどを。こそ謙信君は無能無才の精進であったけれどもただ美貌のゆえを持って君の寵愛を終え謙信公は その勲に慣れきっていた。君ですね君、藩を自ら断ち切っても肉球のことですかね <laughs> えーっと我が身の保全を図る虎を比喩として国難の前には言われなき寵愛のいかに無価値であるかを述べたものである以上次14裏切り者発見法これかな新長を責むコタクの 北道に聞こゆ比い曰くそれ真の蝶をせむることよろしゅう急なること格のごとくなるべからずこれ兵を召すならん必ず大臣の功せんことをおする者あらんのみ王その人を知らんと欲せば単日軍心を集めてこれを問えまず功を言う者はすなわちその人なりと謙信君果たしてまずこうを言えりあ謙信君だまた謙信君が出てきた。 秦が趙を攻撃した時神太鼓や鈴の音が高級まで聞,え聞こえるほどかまびすしかったそこで貴妃という趙の人が言った「秦が趙を攻めるのにこんな請求な攻め方をするはずがありません」これは大臣の中に連行論者がいて合唱じゃなく連行論者がいて秦の軍勢を呼び近づけたに相違ないと思われます。厚生王,は厚生王様は、 それが誰かをお知りになりたければ明朝軍神を招集して訪ねてごらんなさい真っ先に連行のことを言う人がその人ですとすると果たして謙信君が真っ先に連行を主張した補足分威明瞭である15総用内に売れば創用内に売れば大臣法を外に曲ぐですかね 客長王にまみえて曰くそういううちに売れば大臣法を外にまぐテキストの方ウェブテキストの方は客脚長王にまみう訓読客長王にまみえて曰く親王の人をして馬をかわしむるを聞けりこれありやと王曰くこれありと何のゆえにか今に至るまでやらざると 王曰くいまだ馬を見るの功を得ざればなりと答えて曰く王何ぞ謙信君をやらざるやと王曰く謙信君は酷事ありまた馬を見るを知らずと曰く王何ぞ危機をやらざるやと王曰く危機は不尽なり馬を見るを知らずと答えて曰く馬を書いて善ならば何か国に補いあると王曰く国に補いなしと 馬を飼いてあしければ何か国に危うきことあると王曰く国に危うきことなし答えて曰くしからばすなわち馬を飼いて善もしくは悪なるは皆国に寄付することなししっかり思考して王の馬を買うや必ずまさに功を待たんとす今天がを治めて虚祖非ならんか国家虚礼となりて社職血色せじ しっかり思考して王の功を待たずして謙信君と共にするは何ぞやと、長王いまだこれに答えず、各曰く、各園の方にいわゆる相侶なるものあり、王これを知れるかと、王曰くいまだこれを聞かざるなりと、聞かざるなりといわゆる相侶とは弁米左右の近き者、および夫人友愛の樹脂なり、これ、 皆よく王の水根に乗じて欲するところを王に求むるなりこれよくこれをうちに得ればうちに売ればすなわち大臣これがために法を外にまぐ故に実月外に気すればその賊はうちにあり慎んでその憎むところにその売れどもしかも災いは愛するところにありと約分贅格が の後世王に配列して言った。「私は王様が馬を買いに人をおやりになると聞きましたがさようですかその通りじゃ。未だにおやりにならぬのはなぜですかまだ馬の漁費を見立てる達人が見つからないのじゃよ。なぜ謙信君をおやりになりませぬ?」と畳みかけると謙信君は国務があるし馬を鑑定する眼力がないのでね。 では王様はなぜキキをおやりになりませぬか。キキは女じゃよ。それに馬の目キキもだめだしね。名馬を買うと何か国の足しになりますか。足しになぞならぬさ。ダバを買うとどんな危害が国にありますか。危害はないよ。では買う馬が名馬ダバにかかわらず国に貿易危機害ともにないよ。よし。 それなのに王様あなたは馬を買うには必ず相馬の将馬、えー、馬を見るあ相馬ってそういう意味なんですねなるほどね日本に相馬っていうところありますけどえ必ず相馬の達人をお求めになる今天が治めるにあたりその処置が不適当であれば国家は滅び社食の祭りは絶えますそれなのに政治の達人をお求めにならないで 謙信君先ほどから出ている謙信君美貌なれども無能不得なる謙信君と一緒に政治をしておられるのはどうしたわけでしょうかと税格が質問したけれど長王はなかなか返答しなかったそこで税格は「文庫をはじゃたらしめた鶴炎、えー、真の名大夫で古演という人鶴炎の政治提用に なるものがありますが王様ご存知ですかまだ聞いたことがない。僧侶というものは側近の長身や側室及び長愛深き美きです。これらは皆王の良くらみにつけ込んで欲しいものを王に認める輩です。宮中でこれらの人が志,志を遂げれば大臣はこのために外で王を曲げるに至るのです。ゆえに 実月すなわち重心が外で傘を。かぶるような場合。つまり、対関連が悪事を働き孔なら、公明ならざるならざる場合、対関連が悪事を働き、公明ならざるような場合にはその元になる族は宮中にあると思わねばなりません。憎んでいるものには慎重に用心しても災いはかえって愛しているものから起こることを知って。 よくよく誤解しなさらねばなりませんと王を戒めたのであった以上16彫刻の滅亡えーとどこでしょうねここですかねあ滅亡するからこれで終わりでしょうかね。 親王戦をして腸を攻めしむ親王戦をして腸を攻めしむし李牧ょうをしてこれをふさがしむふさがしむですかねこれふせがしむじゃないかなし李牧ょうをしてこれをふがしむ李牧しばしは寝具を破り走らしめ神将慣旗を殺せり 王仙これを憎みすなわち多く長王の長身各界などに金を与え反感をなさしめていわく李牧芝生真に組みし長に背き持って多く鳳を真に取らんと干すと長王これを疑い長相及び願書をして代わって書をたらしめ李牧を切り芝生を廃せり後三月王仙よって急に打ち大いに長を破り長宗を殺し長王仙及びその 元斎を虜りこにしついに趙を滅ぼせり約文「真が王仙」「真の将軍王仙」に命じて趙を攻めさせた趙は趙の将軍李牧と趙の将軍司馬将に命じて防御に当たらせた李牧は何回も真軍を撃破して敗走させ真の大将寛旗を殺した王仙はこれに怒りこれに怒り趙王の長身各界等を たくさんの金で買収してスパイの役というのは利患策を講ずる役反感,の反感の刑ですねスパイの役に仕立てて言わせた李牧や芝将は真に味方をし蝶に背きそして多くの俸禄を真から得ようとしているつまりすなわち真に重く用いられようとしていると。 朝王は2人を疑い長宗および元僧を代わりの大将とならせ李牧を切り芝生を免職にしたそこで3ヶ月後王仙は奇襲をかけ大いに朝軍を破り長宗を殺し朝王の仙およびその将軍の元僧を捕虜にしついに朝を滅ぼしてしまった補足朝国の滅亡秘話である以上で朝終わる独領独領というかまあダイジェストで。 全部は読んででないですけど次義作まず「義作」の説明から解説「義は衆と同族で既成の国であった」「始祖は衆の文皇の子筆公でその光栄の筆馬になる者が秦に仕えて魏三省将の税権にほうぜられてから義氏と呼ばれるようになった」 ヒツマンよりおよそ7代後の義官氏の時長官二と協力して秦の国政を宣談していた千博を滅ぼしその後秦の領土を長官と三分してそれぞれ独立国となったそしてその子文皇がもとい文皇が州のブレツ王によって諸皇に列せられ中戦国の七柱に数えられることになったまた文皇の孫慶王が 秦に圧迫され一時大量河南省開放府の大量に寄った移ったこれが BC361 年なので漁とも呼ばれた孟子書に見える漁の慶応編の漁がこれである後また義に帰ったが6代の孫桜花に至って秦に滅ぼされた以上は BC225 年。 漢いわゆる三親のうちで最も盛況を誇ったのは義であったそれは文庫、BC445 年から396年がまれに見る名君で西方の強国信都さえ軍事外交両面でほとんど対等の交際をしうるほどであったからであった文庫はまた中山国を滅ぼすなどして魏に全盛時代をもたらしたこの時代には名君の下 神ありの例をそのままに明君のもと迷神あり文公自身が孔子の弟子の歯科や弾刊木を師として招いたのをはじめ学者献身名称の死体よるもの多く電子法理国理解っていう人ですかねそれから犠牲適公正門票五記 などが一周していたしかし孫の慶應は孟子書にも見えるようになかなか文化人でもあり政治に対しても意欲的ではあったが東方経営に意を用いすぎ西方の強国秦の東方進出を自由にしたので戦国時代の形勢を一変させることになった天草江慶應は BC341 年名将孫平の指揮する西軍と馬領で戦って大敗し その翌年には将軍の指揮する秦軍にも敗れ天下の主導権を清清両国に譲り一層儀の衰退を水運を急にした以上ではエピソードに入っていこう17学養我が子の功をす,する。ウェブのテキストだと「学養… のとなってを訓読学用義の将となって中山を攻むその子中山にあり中山の君その子を煮てこれに厚物を贈る学用ばっかに座してこれをすすい一杯を尽くせり文公歳産に言いていわく学用我のゆえをもってこの肉を喰らえりと三答えていわくその子の肉すらなおこれを喰らう。 それもといその子の肉すらなおこれをろうそれ誰をか食らわざらんと学業すでに中山をやむ文庫その子を称すれどもその心を疑えり訳文学羊が義の指揮官になって中山を責めたその時学羊の子が中山にいた中山の君は学羊の子を殺しそれを煮て吸い物を作り学羊に送ったすると学羊はばっかに座してこれをすすり一晩を飲み干した これを聞いた文庫は「都市さん、義の人都市さんに言った」「学葉は私のためにかわいい子どもの肉まで食べてくれた」「さんがこれに答えて言った子どもの肉さえ食べるほどの男何を食べるかわかりませんよ」「学葉が攻撃を中止して中山から引き上げてくると文庫はその軍校をたたえたが学葉の心中は油断できぬと疑った」「補足」 わが子の厚物をすすうすうという人情の忍びざるところを主公のためにあえてしてしかも主公に満行の真を得ることができない厳しい戦国時代の一,一断面と見えようなお中山編にもこの事柄が「憔意はある」が出ているあちょっとそれも見たいですねまた後で見ていきましょう。18巧明成就法。 正門票行の例となる訓読正門表行の例となりて義の文行に辞す文行いわくしゆけ必ず死の項をなしこの名をなせと死の名をなせと正門票もとい文庫いわくしゆけ必ず死の項をなし死の名をなせ 表いわくあえて問う功を成し名を成すにまた術あるかと文法いわくこれありそれ共有の老者にしてまず座を送るの死には死入りでその権量の死を説いてこれに支持せよその人の美を置いて人の衆をあぐるを好む者を求めてこれを参見せよそれ者は多くは相類して非なり優秀の陽なるは蚊に似たり 龍ュのコナルは虎に似たり白骨は象に疑われ「ブフは玉に類すこれ皆これに似て非なるものなり」と約文正門票が行という剣の長官に任ぜられ魏の文孔にお別れの挨拶にまかり出た文庫が元気で行けよそして手柄を立てて有名になれよと励ましたすると正門票が尋ねた。 失礼ですが巧妙成就するに良い方法がございましょうかあるとも今日や優の長老でまず席を進めるべき方々には自ら出向いて権領の主は誰かを聞いて指示することだまた反対に他人の美典は覆い隠し他人の欠点のみあげつらうことを好む人を見定めて参考にすることだものには似て非なるものが多い優秀という雑草の若草は稲に似ているし 黄色黒の木黒のダラウ牛は虎に似ている白骨は象牙かと間違えられ武夫という打席は玉そのままに見えるこれらは皆似て非なるものであると諭したのであった細く名君であった文庫の儒教的教養がにじみ出ているように思われる次文庫の新訳19番ウェブの テキストだと、文庫「文庫愚人と漁をキス」「この日酒を飲みて楽しむ」「天雨降る」「文庫」「まさに遺伝とす」「左右曰く今日酒を飲みて楽しみ」「天また雨降る」「こうまさに伊豆にかゆかん」とすると「文庫を曰く我愚人と漁をキス」「楽しといえども兄ひとたび木に」 せざるべけんにゃとすなわちゆきみいみずからこれをやむぎここにおいてか初めてつよし約分分公が三択を司る役人たちと狩猟の約束をしたその日分公は主演を楽しんでいると雨が降り出したその中を文公が出かけようとしたので側近が訪ねた今日は主演でお楽しみ中また雨も降っていますのに公にはどちらへお出かけになるのですか 私は愚人とのの約束がしてあるのじゃ。もうその時間だから主演がいくら楽しみ中だと言っても約束の時間に一度会わねば悪いではないかと言って出かけて行って自分自身で中止を宣告したこうして義は初めて強くなった補足、富国強兵」の一作が案外平凡なところにあることを示す文章である約束を守るっていうのは大事ですねあと「真偽を通す」とかですかね。 20声につまびらかなれば間にろうなり Web のテキストは「技の文庫電子法と酒をのみて額をあぐ」訓読「技の文庫電子法と酒をのみて額をあぐ」文庫いわく小生ひせざるにやさたかしと電子法はろう 文皇を曰く何を変わろうと、司法を曰く真これを聞けり、君、名なればすなわち感を楽しみ、名ならさればすなわち恩を楽しむと、今君、声に明らかなり、真君の感に暗からんことを恐るるなりと、文皇を曰くよし、慎んで名を聞かんと、訳文、義の文皇が。 電子法という文庫の詩と詩である文電子法と主演をしながら音楽を奏でさせていた文庫が <laughs> 実験文庫が鐘の音が合わないね左の鐘の音の方が高すぎだぞと言ったので電子法が笑った文庫が何を笑うのじゃと尋ねると私はこんなことを聞いていますすなわち聡明な君は音楽を奏でる楽観たちの調和のありさを楽しみ 聡明でない君は音そのものもを楽しむと今君には陰律にお詳しくてあられるので私は君が肝に耳疎いのではないかと心配するのですなるほど謹んでお教えに従いたい以上21点検より前世 ウェブのテキストは「魏の武功諸大夫と聖賀に遊ぶ」「聖賀に浮かぶ」軍「訓読魏の武功諸大夫と聖賀に浮かび称して曰く」「河川の剣兄また誠にかたからずや」と「王将」将「王将」「自座して曰く」「これ新国の強きゆえになり」「もし」 よくこれを治めばすなわち「覇王の行」備わらんと五期答えていわく「我が君の言は国を危うくするの道なり」「しかして死またこれにつくこれ危うきを重ねるなり」と武功を奮然としていわく「死の言ったるかと」と五期答えていわく「 河川の県はまことに保つに足らざるなり覇王の行はこれによらざるなり皆三秒の日は法令の波を法令の波を差にし童貞、うん、法令の波を差にし法令の波を差にし法令の左でいいか法令の波を左にし法定の水を右にし分山その南にありて高山その北にありこの剣を楽しみしも 祭りとをなすことよからずしてうこれを放置くせりそれ可決の国は天文の陰を左にして典型の陽を右にし露宅その北にありイラクその南にいずこの剣あるもしかも祭りとをなすことよからずしてとうこれを打てり陰中の国盲門を左にして娼婦を右にし前に顔を帯び後ろに山をこうむる この件あるもしかれども政をなすことをよからずして武王これを打てりかつ君自ら真を従えてかちて城を下す城を高からざるにはあらざるなり人民大からざるにはあらざるなりしっかり思考して合わすを上借りし者は政悪しきのゆえなりここによりてこれを見れば地形の素なんぞもって刃王たるに足らんと。 いわくよし我すなわち今日聖人の言を聞けり聖雅の祭りとはもっぱらこれを死に委ねんと訳文義の武功は重臣たちと聖雅に船遊びをした時国土をたたえていったこの謙遜な三河を見よなんと堅固なことではないかするとおそばに座っていた王将が言ったこれが秦国の強いわけですえ義は三は三神の一つなので 義が強いわけです」っていいんでしょうけど「申国の強いわけです」もしこの点検を上手に収めて行かれれば「覇王の行」も具現できましょう五気もまたお答えする格好で言った「我が君のお言葉は国を危うくする道です」「王将氏の言はまたこれに追奨するもの危険への道を重ねるものと言わねばなりません」「武功が土器を表していった」 君の言葉には理由づけができようのう。五木は言った「三ガの元素はまことに国を保つに足りませぬ。青ルの行は点検にはよらないからです」。すなわち昔三病湖南地方の三病の居住地は汎用湖左道抵湖右に控えしかも分山が南に高山が北にあって元素を頼んでいましたけれども。 姿勢不良のためウに追放されてしまいました。またかの結王の国は天文山の北を左に天慶の南を右に控えその上ロタクがその北にありえっ、ー、と違うなロコウでしたっけロタクでいいロタクがその北にありイラクス水が南に流れていました。こんな剣素を持ちながら姿勢不良のために陰の東欧に撃たれてしまいました。 陰の中央の国は左にはモーモンという大公山の東にあるケ路、右にはショを控え前には黄河が横たわり後ろに山を追っていましたこんな喧騒を保ちながら姿勢不良のため州の武王に打たれたのですさて君は親しく家来を従え勝って敵城を下しておられます敵城が高くないのでもなければ敵国の民が少ないのでもありません それであるのに君に平穏することが可能であるのは敵国の姿勢が悪いからです。こういう点から見ますと地形の検査などは覇ろうとなるに何の足しに何の足しになりましょう。武雄は言った。その通りじゃ。今日私は成人の言葉を聞くことができた。今後聖歌の政治は全部先生にお任せしましょう。補足。昔から。 国土保全の要件あるいは戦勝の要件として天の時地の利人の輪の3が重視されたこの章は政治を忘れて地の利に頼むの危険を述べた五期の説に武功が徴従した次第を録したものであることは除雪を要しないであろうと言いながら書いてくれてる先生は優しい師匠によると五期は武功の弦のごとく弦のごとく聖華の主に報ぜられ 清賀地方の政治を委任されている以上22敗者の勘は憂いは腐敗を敗となすにありっていいかテキストウェブテキストの題は技能公縮座やむん違うな技能公縮座 あここじゃないですね。ここだ。「魏の公祝座やむ」。訓読「魏の公祝座やむ」。慶應ゆいてこれにとって曰く公祝の病。もしイむべからずんば。まさに社職をいかにせんとすると公祝座答えて曰く。座に御書士高尊王あり願わくは王国事をもってこれに聞け。 もし聞くことあたわざれば境をいでしむるなかれと。王を答えず。いでて左右に言いていわく。あに悲しからずや公祝の剣をもってして家事に必ず国事をもって王に聞けという。またもとらずやと。公祝座公祝座シス公孫をこれを聞いて出奔し西の方真に行く。孝を受けてこれを持ちう。 信は果たして火にもって強く義は火にもって削られるこれ公祝のもとれるにはあらざるなり慶応のもとれるなりもとれる者の憂えは元よりもとらざる者をもってもとるとなすにありもし義の国政を任せていたらどうなってたんだろう威符はないけど約分義の最初公祝座が病気になった慶応が見舞いに行って問うた 宿よ「お前さんの病気に万一のことがあったら国家をどうしたらいいだろうか」「拘縮座がお答えしていった」「私のところの家臣に御所士という官名の高孫王という者がおりますどうかこの人に告示をお聞きくださいそれがお嫌でも彼を国境からお出しになってはいけません」「慶應はそれには答えなかったが外へ出てから側近に言った」 孔宿ほどの賢人が国事を王に聞けと世に言ったがなんと賢人でも間違ったことを言うではないか孔宿座が死んだ王はこれを聞いて義を逃げ出し西方の清国へ行った清の皇公は迎え入れてこれを任用したそれ以後清は果たして日増しに強くなり義は日を追って領土を削られたこれは孔宿が間違っていたのではなく慶応が間違っていたのである。 間違った人の憂いはもちろん間違っていない人を間違っているとするところにあるのである。約えっと補足「謝れる者が謝らざる者を謝れるとなし正しからざる者が正しき者を正しからずとなす」することは我々が日常に体験するところである。次「三人言えば死にもとらわり」。 良さそうな感じですね233人言えば一にもとらありウェブのテキストでは「放曹大使とともに簡単に散たり」訓読「放曹大使とともに簡単に散たり」「儀王に言いていわく今一に死にとらあり」と言わば「王これを親善か」と「王いわくなと「 二人死に一に虎ありといえば死二人死に虎ありと言わば王これを親善かと王曰く家人これを歌ごうと三人死に虎ありと言わば王これを親善かと王曰く家人これを親善と放送曰くそれ死の虎なきや明らかなりしかれども三人言えば虎をなす今簡単は大量を去ること 死よりも遠くしてしかして真を儀する者は三人よりすぐ願わくは王これを察せよと王曰く家人自ら知ることをなさんとここにおいて自死てゆくしかるに残言まず至る後大使知をやむ果たしてまみうるをえざりき訳分法送という男が義の大使と一緒に長の都漢丹へ人質になってゆくことになった時義王に言うには 今一人の男が大量のシチューに虎が出たと王様に告げに来たら信用なさいますか信用しないね二人が行ってきたらそうかもしれぬと疑ってみるよ三人が行ってきたらそれは信用してしまうだろうねだいたい町の真ん中に虎がいるはずのないことぐらい明白,明白でありますそれなのに三人が行ってくれば寮の支柱にさえ虎ができてしまうのです カンタンは大漁を遠く離れていて王宮と大漁の街中との距離の比ではありませんしかも私の悪口を言い残言する者は3人ばかりではありません王様どうかご検察くださいますように王は言った自分で判断するよ残言など信じないよそこで法相はいとまごいの挨拶をして午前を退出しカンタンへ出発したが先方へつかぬうちに 早早々と早々と残言が王の下に届いた後大使は人質を解かれて儀へ帰ったが法送はついにお目通りを許されることがなかった補足子供を信ずることの熱い宗神の母でさえ宗神が人を殺したと告げる者が三人に及んで蝶を投げ出し戦争で裸足で 垣根を越えて駆け出したというこの章もそれと同行異曲の論法で残言の恐ろしさを述べたものである以上二十四宗の日雪牛の目に至るウェブのテキストは義の慶応死す 軍読義の刑を死すそうひいあり天大いに雪を降らして牛の目にいたり城郭をこぼてりまさに参道を作りてホームランとす軍心の大志を勇る者をしいわく雪の甚だしきこと格のごとくにしてそうゆかば民必ず甚だこれをやまん官費もまたおそらくは急せざらんこう雪を緩べ日を変えよと大志いわく人のことなりて 民の労と官の費用とのゆえをもって、戦王のもう行わざるは不義なり、しまた言うことなかれと、軍神皆あえて言わずして、もって採取に次ぐ、採取曰く、我、いまだもってこれを言うことあらず、これそれ、ただ稽古か、こう稽古に次んと、稽古曰く抱くと、がして大使にまみえて曰く、そうひやりと、大使曰くしかりと。 い曰く昔大き歴祖山の麓におおむらる蘭水その墓を神み棺の前科を表せり文能を曰くああ仙君必ず軍神白姓を一見せんと欲するかゆえに蘭水をしてこれを表さしむとここに置いていだしてこれがために蝶を張る。 皆これを見る3日にして後改め葬るこれ分能の儀なり今そうひいありしかして雪花肌周し,して牛の目に及ぶ持って生きがたし大使日に及ぶがためのゆえに速やかに葬らんと保するに疑いなきを縁にゃ願わくは大使日を替えよう洗脳必ずしばらくとどまりて社食を助け賢秀休んぜんと保するなりゆえに雪をしてはだからしめしならん よりて気を緩るべ改めて火をなさばこれ分能の義なり格のごとくしてしかもなさざるは思うに分能にのっとるをはずるかと大使いわく甚だよし慎んで気を延べ改めて火を選ばんと慶氏はただにその説を行うのみにあらずまた義の大志をしていまだその洗脳を褒むらざらしめしかしてよって 分能の義を説く分能の義を説きてもって天下に示せしは兄将校ならんにゃ」訳文。訳分義の慶王が死去し葬儀の日取りも決まったところが当日は牛の目に届くほどの大雪で城の核をこぼつほどであったそれで賛同を作って葬儀を行おうとした。 軍審の中には大使にこんな大雪に葬儀を行えば人民は大変迷惑するでしょうまた葬儀の費用もかさんで十分とはいかないでしょうどうぞ延期して費用変更していただきたいと諌めるものが多かったしかし大使はそれに対して人のことなって人民の苦労と費用がかさむとの理由で期日に防府の葬儀を行わないのはこの道に背く二度と申すなと言い張って軍審のいさめを聞かなかった それで軍臣はそれ以上お勇めを申し上げなかった。そしてそのことを妻子に告げた。すると妻子は、私が勇めても無駄だよ。効果のあるのは警視ぐらいのものだろうから警視君に行ってみましょう。警視はよしと言って引き受けて、馬車で行き大使にお目にかかって尋ねた。葬儀の日取りは決まりましたか。大使は言った、その通りじゃ。 稽古は言った。昔文王は父の王喜暦を祖山の麓に葬りましたが乱水に侵食されて棺の頭が頭がむき出しになりましたそこで分王は「ああ、父上はきっと軍神や百姓を一度見たくて乱水に棺を洗い出させなすったのだ」と申されそこで棺を取り出して朝会という軍神が朝廷に参拝しご機嫌うかがいをする儀式を行われました。 そして、百姓にも皆これを見させられ3日の後改装されましたこれが分能の取られた子としての道でした今葬儀の日取りも決まったのに大雪で葬儀が執り行いがたいそれを大使が期日を守らねばというので決行なされば早く葬りたいので無理に期日を守ったのだと疑われないとも限りませんどうか大使に置かれては期日を変更遊ばすよう呉服に置かれても 生児でも長くとどまって国家を助け人民を安らげたいとおぼしめしていられましょう大雪もそのせいかもしれませんそれで日取りを延期して変更なされば分能のこの道を手本としてそれを実践なさることになりますこれほど申し上げても私の言に従ってくださらねば分能を手本とすることを恥じていられるのだと思いますよと申し上げたさすがの大使も明暗じゃ 謹で延期し改めて別の日を選ぶことにしよう。かくて慶氏はただ自説を実践したのみでなく義の大使に福君の葬儀を延期させそのことに、えー、基づいて大使に分王の小樽の道を解き同時に分王の義を天下に示したのであったがこのことは立派な功績と言わねばならない。補足、 洗脳の孤児を援用し政治の様態を正しく述べたすがすがしい作文である次「素止合唱を説く」。 素子えー、25「祖師合唱を説」をくウェブのテキストは「祖師長のために合唱を合唱し祇王に解く」訓読「祖師長のために合唱し祇王に説いていわく大王の地は南に孝行鎮守巨宴婚姻姓寮舞踊神聖あり」。 菱菓子に「YA」「気候諸僧」「海縁」「武装」あり西に「頂上の「海」あり北に「加害県」エン「縁」「山僧」あり地方「千里」「地」の名は「小なりといえどもしかれどもしかも「路電武者」ありてかって牛馬を数爆するところの地なし 人民の王旗、シャバの王旗、日夜行きて休意せず、もって三軍の州に異なるなし、新ひそかにこれを図るに対応の国は蘇にくだらず、しかれども王人、王を欺き、外強き、孤狼の信と交わり、これ、公人と読んだ方がいいかな、しかれども公人、王を欺き、外強き、孤狼の信と交わり、もって天がを犯さしむ。 ににわか国刊あるもその災いを被らずそれ強心の性を差し挟んでもって討ちその主を脅かす罪これに優るものなしかつ義は天下の峡谷なり太陽は天下の拳王なり今すなわち声明して真に仕え当藩と称し定休を築き艦隊を受け駿殖を祀るにいいあり真ひそかに 対応のためにこれをはず新聞く越王高専は三卒三千をもって房を冠水に虜りこにし武王は卒三千人各社三百条をもて宙を僕の矢に斬ると「何それ子卒の大きな乱矢まことによくその意を振るえばなり今ひそかに聞く大王の卒は武力24万相当20万奮撃20万死と10万車は600条 「木は五千筆あり」と「これその越王高専武王に優ること通し今すなわち軍臣の説に脅かされて真に信じせんと干すそれ真に使えば必ず地を裂き地をいたさんゆえに兵いだもちいずして国既にかけんおよそ軍臣の真に使えようというものは皆関心にして中心にはあらざるなり」。 それ、人心となりその種の地を裂き持って外に交わらんことを求め一旦の功を踏襲してその後を顧みず功家を破りて功家を破りて指紋をなし外は強心の精を差し挟みて持ってうちその種を脅かし持って地を咲かんことを求む願わくは大王のこれを熟殺せんことを衆書に曰わく面々たるをたたずんば 満々たるをいかんせん剛毛にしてぬかずんばまさに負荷をなさんとす善慮さだまらずんばこうのち体感あらんも善慮さだまらずんばこう体幹あらんも、うん、のち体感あらんもまさにこれをいかんせんとまこ誠によく真に聞き 立国重臣し心をもっぱらにし力を合わせばすなわち必ず共心の憂いな剣ゆえに平勇の長王指針をして愚慶を剣じ命約を奉ぜしむ大王のこれに継ぐるにありと義王いわく家人を不祥にしていまだ勝って明教を聞くことを得ず今主君長王の御事の利をもってこれに継ぐ謹んで国をもって従わんと。 訳文祖神は長のために合唱すなわち南北同盟をしようとして儀へ来たそして女王に説いて言うよう大王の御領地は南に孝孝陳序居遠孝庸序奉奉舞踊新祭があり東には YA 貴公車僧 開園武祖の地があり西の境界は万里の長城に連なり北には加害、県円山荘の地をご所有である各領地は千里四方地名は小さいようですけれど野良には民家が数多く立ち並び牛馬を飼育する余地もないほどでありますしかも人口は緻密で人口は調密でシャバの数もまた多く 日夜活動してやむことがなくその賑やかさはあたかも大軍の州のどよめきに異なるところはございません私はひそかに思っています大王のお国は国力がそう以下では決してありませんしかし連行家長儀のごとき連行家が王を騙し凶悪なる神と外交を結ばせ大王に外国を侵略させようとしていますそして急に国間が生じても自らは 災いをこうむらぬようにしていて責任を取りませんかえって狂信の勢いを重ねきて大王を脅かすに決まっていますこれ以上の罪悪はありませんさて義は天下の強国です大王は天下の謙君ですそれなのに今声明して真に信じし自ら当反と称し神帝のために離宮を築き神聖の寒帯を受けられ 冠の帯、冠帯を、冠と帯を受けられ、真の春秋の祭祀に奉仕しようとされています。情けないことだと思います。私は聞いています。越王の皇宣は、疲れ果てた三千の兵を持って、五王の房を冠水で捕虜にし、宗の武王は三千人の兵と三百錠の戦車とで、陰の中央を牧野に切り,切り滅ぼしたと、 これらは子卒が多かったのではありません。十分遺憾なく威力を発揮したまでです。私は、大王の兵力は、子卒が20万、武力の優れたるもの20万、聖母というのはちょっとよくわからないようですが、普通の卒と区別する特別軍、かと、その聖母の卒20万、抜刀、奮撃隊20万、雑撃隊10万、戦車600台、 機場用の軍馬5,000匹をお持ちと聞いていますこれは高戦や武王の兵力よりはるかに勝っていますしかるに今大臣たちの意見に制御されて真に信じしようとしていられるしかし真に使えられれば必ず土地を割き人質を出さねばならなくなりますゆえに武力で攻められない前に国は損害をこう無に決まっています 大臣たちで真に使えようなどという連中は皆関心で中心ではありません大体関心どもは人質となって外交のためには主人の土地を割用することを辞さないものです一時的な成功利益を貪り求めて後のことを考えないものです国家を破産させて死下をとましむるものです共心の勢いを傘にきてうちは君,臣を君主を脅かし土地の割譲を求めるものです これが関心の正体です。どうかよくよくお見極めくださいますように。終書に言っています。草の根も弱いうちに立た,たぬ、たうん絶やさぬと手の付けようもないほど伸びてしまう。木の根も小さいうちに抜かないと斧の柄のように太くなってしまう。 人事も同様にあらかじめよく特質成敗を考えてやらないと後にどうしようもない大感を生ずるものであると大王が本当によく私の言を聞きたまい立国が重心し心をいつにして力を合わせれば共振からの憂いはなくなりましょう故に私の国の主人長王は私を使者として愚慶を献上いたさせ名約許容の 五条を受け賜らせようとしたのです奨約の聖秘は大王のお言葉次第であります王は言った私は二日かもので今までこんな立派な教えを聞いたことはありませんでした今貴君は長王の御事の理を私に告げられた私は謹んで国連を国運をとして君の言に従いましょうと言ったのであった補足。 四季の祖神列伝によると祖神はまず縁の文庫を説得し順次長官儀正祖と合唱策を遊説している以上26高僧縁の知恵高僧縁の知恵昭まさに26高僧縁の知恵 ウェブのテキストは聖王まさに聖元い延長その章を A に見る訓読聖王まさに延長その章を A に見訳して義を他にせんとす義を恐れその義を討たんとはからんことを恐れ高尊円に次ぐ高尊円曰く王真に百金を与えよう信公これを破らんと王ために車を整え百金を乗す 主西欧至るの日を期しまず五十条を持って永にいたり聖の後人に関するに百金をもってしもってまず聖王にまみえんことをおこうすなわちまみゆるを得たりよりて久しく座し安く重要承用として断ぜり三国の将恨み清王に言いていわく王三国と義を他にせんと訳せり義公孫縁をしてきたらしむるや 今、久しゅうこれと断ぜりこれを三国をたばかるなりと聖王曰く偽王家人の来るを聞き公尊縁をして家人をねぎらわしむこれとともに語ることなきなりと三国の将聖王の偶を信ぜず偶時ついに敗れたり訳文聖王が英の国で 園長、昧三国の大臣を隠蔽し義を阻害する名約を結ぼうとしていた義王は恐れそれが義を打つ謀略ではないかと心配して高村園に告げたすると高村園が「私に百金ださいそんな謀略は打ち破らせていただきますよ」というので義王は車百錠を仕立て百金を乗せてやった高村園は西欧が A に到着する日を計算しまず50畳を引き連れて A へ行き の取次役にこっそり百均を賄賂し真清王に,に会わせていただきたいと頼んだそしてまんまとお目にかかれたそこで長時間滞在してゆったり会談した遠長・蘇三国の大臣は恨めしげに西王に行った「王は三国と義の疎外策を立てようと約束されながら義が高尊園をよこすと長時間会談しておられました」。 これは王が我々三国をペテンにかけておられるとしか思えません王は言った「義王は私が来るのを聞いて高想園をよこして私を慰問させられたまでで私は別段のことを話し合ったのではないよ」と聖王は言ったが三国の大臣たちは聖王の会合に信頼を置かなくなったのでこの会見は失敗に期したのであった補足 戦国作ではこの作の前に高尊園彩主がこの前の話これですかねいや違うなあこれですね「心、え、身、ー、の敬策によって園長聖宗の四国から国事を委ねられ四国の彩匠四国の彩匠を建設する検証するに至ったことを知り義王もついに彼を彩匠に任じたことを述べた賞がある」。 本作の場合高尊園は単に義の章であったのみでなくおそらく他の四国の章でもあったのであろう共振を恐れながらも他の六国の足並みは立国の足並みは常に揃わなかったこの章もその一端を露呈していると言えよう以上27「弔義連行」を説く 27帳儀連行を説くウェブテキストでは「弔儀信のために連行を儀王に説く」訓読「弔儀信のために連行せん」とし儀王にとっていわく儀は地は法千里に過ぎず卒は三十万に過ぎずまた地は紙幣諸侯は室上達服装して名山三千の そうあるなく、帝より寮に至るまで、薄利に過ぎず、人より寮に至るまで、二百よりなり、馬はせ一柱は、有無を待たずして至らん。寮は、南は、外堺し、西は、関と堺し、北は、町と堺し、東は、清と堺す、外の四方を守り、帝将を守る者、参列し、俗寮、総行、十万にくだらず。 魏の知性は誠に戦場なりんいいのか魏みんなみの方祖に組みして生に組みせずんばすなわち生その貧菓子を攻めん貧菓子の方生に組みして蝶に組みせずんばすなわち蝶その北を攻めん漢に合わざればすなわち漢その西を攻めん蘇にえ下島ずんばすなわち早その南をみんなみを攻めんこれいわゆる四分五列の道なり かつそれ諸侯の将をなす者はもって社職を休んじ王を尊び兵を強くし名を表さんとするなり今少々は勝者は天下を逸にし訳して慶帝となり白馬を殺してもって円水のほとりに近いもって愛かとするなりそれ親しき根底同父母すらなお財布を争う先罪を争うありしかるに詐欺反復の祖神の予防を頼まんとほす。 そのもってなすべからざるや明らかなり「太王」「真に使えずんば真」「兵を下して加害をせめん」関円「勘円円三層抜き」「英を脅かして真を捕らばすなわち長はみんな見せざらん」「長みんな見せざればすなわち義は来たせざらん」義「義来たせざればすなわち正の道大えん」「の道大えばすなわち太王の国危うきなきを求めん」と発すとも 上からざるなり神官を差し挟んで義を責めば、官は真に脅かされ、あえて気かずんばあらじ。神官一国とならば、義の滅びんことを断じて待つべきなり。これ、真が対応のために売れうるところなり。対応のためにかるに、真に売れうるにしくはなし。真につこおるにしくはなし。真に使えばすなわち祖官必ずあえて動かじ。 祖官の憂いな訓馬すなわち対応枕を他行してほしい国必ず憂いなからん。かつそれ真の弱めんと欲するところは祖にしくはなししかしてよくそう弱めん者は義にしくはなし祖は,祖は不代のなありといえどもその実は空虚なりその卒は主たなりといえどもしっかり思考して軽々朱を走りて逃げやすあえて固く戦わず。 義の兵を尽くし難面して歌ば書に片しむることひっせり、書、うん、に勝たんことひっせり、それ僧をかきて義を疫し、僧をせめて真にかなわば、うち災いをかし国を休んぜん。これ善事なり、対王、真に聞かずんば、真の功を入れて貧貸しに歌ん、真に使えんとすといえどもうべからざるなり、かつそれ、 精進は憤慈多くして信ずべきは少なし一諸侯の王にとけば入れてその車に乗り一国を訳してなればかえって報告のもといを取るこの故に天下の勇士日夜腕を訳し目を怒らし歯を接して持って生の瓶を言い持って人種にとがざるはなし人種その字をとりてその説に光るいずくんぞ言するなきを縁にゃ 新聞く石油羽を沈め軍軽軸を折り軍軽軸を折り就教金を消すと故に願わくは大王のこれを十形せられんことをと義王曰わく家人将軍にして前傾はこれを失せり古武東藩と称し定宮を築き艦隊を受け春秋を祀り加害をいたさんと訳分 将儀は秦のために連行しようとし義に来て義王に説いていったお国義の領土は千里四方にしか過ぎず軍勢も三十万に過ぎませんまたその土地は四方平坦で諸侯も四方より来襲しやすくその上道は四通発達して交通は開け名山大戦の元祖とてありませんそして帝から義の都領までの距離は百里に過ぎず 鎮から梁までにしても200里しかありません。馬を走らせても、徒歩で駆けつけても、少しの生みつかれることもなくて到達できます。また、梁は南は外、西は関東、北は町と東は西と境を接しております。そのために兵卒の司教を守備し、 十里ごとの浄瑠璃を修行するには多数の兵力を要し市長に任ずる者も十万を下ることはできませんこのように魏はもともと戦場向きなのであります今お国魏が南方の祖の味方をして西の予国にならねば西が東から攻めかかるでしょう東方の西と味方になって趙と予国にならねば趙は北から攻めるでしょう漢と歩調を合わせねば漢は北から攻めるでしょう 祖と仲良くしなければ、祖は南から攻めるでしょう。これは、義の国が四分五裂する道であります。かつ諸侯が合唱する周囲は、国家を安らかにし、国軍を尊くし、兵力を強くし、国意を輝かすにあります。今、従者たちは天下の諸公を打って一丸とし、兄弟の約束をし、白馬を犠牲として、香水のほとりで血をす,すって名約を堅く役しました。 しかし大体極めて親しいはずの同じ父母から生まれた兄弟すら金銭争いというものはあるものですしかるに今は詐欺ばかり反復している祖心ごときのいい加減の計りごとを頼りにしているのですから頼りにしようとしているのですから生薬の成功を成就しないのは明白でありますですから大王が真に使えなさらねば 秦は軍を出動して加害を攻め、官、縁、縁、山荘などの地を攻略し、縁を威嚇し、信用を奪取するでしょう。そうすれば、長は南下して帰国を救うことはできないでしょう。長が帰国を救わねば、帰国義も北の方、長に向かって仲良くする必要はなく、義が発行しなければ合唱の道は耐えるでしょう。そうすれば、帰国は安泰たらんことを願っても、どうしてそれが叶えられましょう。 なんとなればそうなれば真は漢を味方にして義を責めるでしょう。漢は真に脅かされれば真の言うことを聞かぬわけには参らぬでしょう。真を漢が合併すれば、義の滅亡は立ちどころに来るでしょう。これこそ私が大王のために心配するところです。王様のために図るとすれば、真に仕えられるに越したことはありません。貴国義が、 秦に使えられれば秦も秦も絶対動かないでしょう秦・秦から攻められる心配がなくなれば大王は枕を高くして休むことができ帰国も心配事がなくなるでしょうその上秦が一番弱らせたいとする国は秦であります秦を弱めることのできる国の第一は義です 蘇は富国大国と言われてはいますが内容は空っぽです。軍隊も多いと言っても簡単に逃げてしまうような軍隊で決して頑強に戦うような軍隊ではありません。義が全兵力を上げ難民して戦えば必ず蘇に勝つことができます。一体祖の領土を削って義の領土を増し祖を攻めて真の意にかなうようにしなければしてやれば。 もといそうせめて真の意にかなうようにしてやれば災いを僧に転化し自国を休んずることができるでしょうこれこそ最善の方,方策と言うべきではありませんか大王が私の言うことを聞き入れられねば真は軍隊を出動して東方の帰国を責めるでしょうそうなってからでは真に使えたいと言ってもすでに手遅れですその上が聖徳連中は大元相互ののみが多く 信頼しがたいものばかりです何となれば一諸行の君を説得すればそのところから出るときは大名の車に乗ることができますし一国の合唱に成功するとかえって自分が奉公となる素地を作ることになるのですですから天賀の遊説の死は日夜腕を組み目を見張り歯を食いしばり力を入れて合唱が好都合であると強調し勲行に解かぬものはありません。 ゆえに君公がその体現を聞いた場合それを真実と受け入れその説に引きつけられてはどうして言惑されずにいられましょうか私は鳥の羽でもたくさん詰めば,詰めば船を沈めうるし軽いものでもたくさん集めれば車軸を折り大人数の口は金をも溶かすと聞いていますゆえに王様よどうか合唱論者に惑わされることなく熟経せられますように私はえー 王は言った。私は愚者なので従来合唱論を信用してきたが今こそその誤りになることが分かった今日から季節に従って「神に対して党藩と称し神帝の利休を築き神の復せを受け神の春秋の祭祀に奉仕し,し加害の地を献上しよう」と義王が言ったのであった28 信仰心の測定法ウェブのテキストでは「疑を軽視をして層に浮かしむ。訓読 義軽子をして祖にゆかしめ採取をして生にゆかしむ「浄の数等し、し」「西を等しゅうせしは浄の数等しゅうして小に功を図らんとするなり」「祖王これを聞く」「死よって人をしてまず祖にゆき言わしめていわく」「義王採取をして生にゆき軽子をして祖にゆかしむ」「西を等しゅうせしはまさに 功をはからんとするなりと孔をこれを聞きよりて慶子を公芸せり訳文「義王は慶子を添え妻子を添それぞれ死者として使わしたその時二子の乗車の数を同じにしたそれはそうしておいて清祖二国の義に対する交際心を測定するためであったそこで慶子はまず人を祖に浮かせ義王は妻子を添私を添え」 それぞれぞ使者として使わしましてわまた定数が同じなのは貴国の義に対するご本心を測定するためです」と言わせた相応はこれを聞いて慶子を丁重に都の郊外まで出迎えた以上 次「二十九十人うーるも一人抜けば何だろう」「西洋な剣」でいいのかなウェブテキストは「伝授義王にタットし」「訓読」「伝授義王にタットし」視「軽ー曰く死が必ず左右に用せよ」「今」 かの用は、えー、柳はですかかの要は王にこれを売るもすなわち生じ党にこれを売るもすなわち生じ降りてこれをウーるもまた生ずしかれども10人をして用を植え1人をしてこれをぬかしめばすなわち生けるようはなけんゆえに10人の衆をもって生じやすきのものを植えしっかり思考して1人に勝たざる者はなんぞや これを売ることの堅くしてこれを去ることの安ければなり今し自ら王にううといえどもしかも死を去らんと欲する者多ければ必ずし必ず危うからんとすなわちし必ず危うからんと約分伝授は義王に仕えて尊心されていた慶氏が伝授に次のようなアドバイスをした王の側近の御家来衆との付き合いをうまくやりなさいよ なんとなれば、柳は活着しやすい木なので、横に植えようが、逆島に植えようが、折って植えようが、きっと活着するでしょう。しかし、10人の人に植えさせても、1人の人に抜かせれば、1本も活着しないでしょう。という次第で、10人の人に活着しやすい木を植えさせながら、しかも1人に勝てないのはなぜでしょうか。それは、植えることは難しいが、抜くことは差し抜くことは優しいからに他なりません。 今貴君は貴君自身を主君に植えつけようとしているけれど貴君を主君から引き抜こうとしている人は随分多いのですですから側近と仲良しになっておかないと必ず危険だと申し上げるのです。遅く 立国を昇進して共振に対抗をせしめようとする祖神神を軸として国際関係を展開させようとする弔儀その間に活躍する作詞や活動家たち25章から本章に至るまでを注意深く読むと戦国時代の難しさが、えー、集約的に表現されているように思われるもちろんその難局に対処する活動家の動きに限りない興味があるのだが以上で。 七の上が終わり、漢七の下、儀、下。三十、母の名は呼び捨て。あっ、伝授、死んじゃう。うん、三十、母の名は呼び捨て。 ウェブテキストの題は「真・義をかに破る。真、義を、に破り義をまさに真に入朝せん」とす訓読「真・義をかに破る義をまさに真に入朝せん」とす習近王に言いて曰くそう人に学ぶものあり3年にして帰りてその母をナあイウその母曰く死学ぶこと3年帰りて我,の我をナあイウは何ぞやと。 その子曰く我が剣とするところの者の行春にすぐるなし行春すらなあいう我が大とするところの者の天地より大なるはなし天地すらなあいう今母の剣は行春に過ぎず母の大は天地に過ぎずここをもって母をなあいうなりとその母曰く死の学におけるまさにことごとくこれを行わんとするか願わくは死のもって母をなあいうを薫るあらんことを 死の額におけるやまさに行わざるところあらんとするか願わくは死のかつ母をなあうをもって後となさんことをと今王の心にこおるはなおもって入帳に買うべきものあるか願わくは王のもってこれに買うることありて入帳をもって後となさんことをと義王いわく死は家人の入りてで入れざるを売りょうか売りょうるか教案 我がために祝していわくいりて入れざればこう家人に順ずるにし神戸をもってせんと宗近答えていわく真の癒し気がごときも今人真に言い,いて付属の淵にいるとも必ず遺伝入れざればこう一粗酒をもって何時の順をなさんというものありとも真は必ずなさざらん。 今真は知るべからざるの国になることなお不足の淵のごときなりしかも教案の頭はなお祖主のごときなり王を知るべからざるのうん真に入れて王に準ずるに祖主をもってすることは真の密かに王のために取らざるなりかつ領なきは下代なきの旧なるにいずれぞや 王曰く遼急なりと、曰く遼なきは、身なきの急なるにいずれぞや、王曰く身急なりと、曰く三者をもってすれば、身は神なり、課題はそれ下なり、真意まだその下を求めず、しかるに王はその神をなさんとす、かあなるかと、王なお、いまだ聞かず、四季曰く王よ。 うを見よ、そう真にいらば王は三乗をもってこれに先んぜよ、そをいらず、真、えー、そぎ、いつとならば、なおもって真を防ぐに足らんと、王すなわちやむ、王を死に言いていわく、我はじめまさに、わもとい、我はじめすでに王公にだくせり、今いかざればこれを欺くなりと、死期いわく、王、うりょうるなかれ、真、超信行をして、 皇帝王をいるることなからしめん王信を待てと四季長信仰にとっていわく王を命じて小国を目指しむと長信仰いわく王何をか信を持ってなさんと四季いわく信は知らざるなり王急に君を召すと長信仰いわく我の王を真にいるるはいずくんぞもって真のためにせんや我もって義のためにするなりと 曰く君、義のために計るなく、君それ自らために計れ、かつ死に休んずるか生に休んずるか、急に休んずるか、気に休んずるか、君それ、まず自らために計り、後、義のために計れと。超進行曰く、老後、まさにいらんとする、死にまわんと、しき曰く、お急に君を召す。君、かずんば、 君がえりに注がれんと長信公行く四季その後に下うまさに王にまみえんとす四季まずいり王に言いていわく描写となりてよびてこれを見よ真すでにこれを脅せりと長信公入りて王にまみう王いわく病甚だし我はじめすでに王公に脱世しをいかんせんそもそも道にしすといえどもいかんかと長信公いわく王行くことなかれ よくこれを王公に縁願わくは王売りょうるなかれと訳文「信が義をかというところでかしたのでかはかよう義の言うかようというところでかしたので義の暗記王は信に和をこうため信に入庁しようとしていた」。 すると「舟金」という州の人でこの時は魏の信であった舟金という人が義王に中間していった宋に他国へ留学していた人がありましたが3年後帰宅して母の名を呼び捨てにしました母がそれをいぶかって「3年も勉強してきて私を呼び捨てにするとは何事ですか」と申しますと「その子は私が賢者として最も尊敬するのは行と俊斗です」。 このお二人をさえ我々は呼び捨てにしています。また世の中で最も偉大なものは天地です。これさえ我々は呼び捨てにします。今母上の剣は行春に及ばず、母の偉大さは天地に及びません。それで呼び捨てにしたのです。と答えました。そこで母は、勉強の成果を全部実践するつもりなら、母を呼び捨てにする比例は改めてもらいたい。 勉強の収穫を取捨して実践するつもりなら母を呼び捨てにすることは後回しにしてもらいたいと申したということです今王様が真に使えなさるについても入庁に変える仕方はないでしょうかどうか別の方法を考えて入庁のことは後回しにしていただきたく存じます王は言った お前さんは私が真へ入庁すれば脱出できないと心配してくれるのかねそれなら虚安、えー、つまり長信公虚安が私のためにご祈祷をして入庁なさって脱出できないようなことがあれば命を懸けてつまり巡視覚悟でお守りしますと言ってくれているから心配には及ばないよ習近は言ったとんでもない私のような卑しいものでも今不足の淵へ入ってもきっと出られますよ出られねば ネズミの首というのは自分の首のことですが謙遜して祖主といったネズミのこのネズミの首に巡視をかけてお守りしますよと言ってくれる人があっても私はそんな冒険はやらないでしょう今真は我々では計り知ることのできぬ国です無俗の淵のような国ですその上巨腕の首はネズミの首のように価値なきものです王様をわけのわからぬ 不気味な心に入れまさかの時は素首同然の共案の遵守と代替するなどということは王様のために取らぬところですその上王様は次のことを何とお示しますかすなわち都の領を失うのと家代を失うのとではどちらが気球でしょうかそれは領の方が気球さ領を失うのと王ご自身を滅ぼされることとどちらが気球でしょうか気球でしょうか それは身がき急急さこの三者を考えると身が一番大切で神がまだ一番下の課題をさえ要求していないのに王は命がけで災難時に当たろうとなさる果たして間違いではないでしょうかと申し上げたが義王にはまだ長寿する様子がなかったそれで今一人の忠臣子規という義の人がいた。 王様相王の動静をよく見ていてください。相王が秦に入るようなことがあったらあなたは軽い支度で三条の車で相王に先んじて秦に入りなさい。祖が入庁せず祖と義が協力できればまだまだ秦が義を侵略することを防御することが可能ですよ。そこで王様はやっと入庁を取りやめた。しかし王は困った様子で四季にいた。 要はもうとっくに真の王公に入庁の承諾がしてしまってある今行かねば騙したことになるのだがご心配は無用です私が長信公に頼んで王様が入庁されなくてもいいように取り計らいましょうしばらくのご猶予を」と申し上げておいて長信公が王様が小国長信公に出頭するよう伝えようとのご命令でした。 私に何の御用だろうかと不審顔で言ったので四季は私には分からぬが急のお召しですよ私が王様の真への入庁に賛成するのは真のためではなく義のためなんだがなあ君は義のために測るのではなくまず第一に君自身のために計りなさい出ないとお互い身に災難が降りかかるよまた君は死生窮気 「いずこに君自身の安女が求められるとお考えかまず自らのために諮り後に義のために測ってくださればよいのです」と促したそこで長信公が言ったちょうど老公この人は老円老官という人か未性わからないのですが老公が三代しようとしているところだから私も堂々して三代しましょう。 王様は至急と言っておられます。「君が急いで行かれませぬと君の襟に血が染まっても知りませんぞ」と脅した長信公はびっくりして儀亭へ出かけた儀の宮廷へ出かけた士気が後ろからついていった後からついていった王様との謁見の間際になっても士気がまず参入して王様に申し上げた「病気と偽って長信公を枕部へ呼んで謁見してください十分脅しておきましたから」。 長信公が参入して義王に越見してにた。すると王は言った「病気がひどくてね要はすでに真の王公に入庁を承諾し,してしまってあるがどうしたもんだろう途中で死んでも行かねばなるまいか」。長信公は言った「行くことを中止なさいませ私が王公に了承を得ましょうどうぞご心配なさいませんよ」と長信公は答えた。 補く習近のリズメの還元四季の実際的な中間それぞれに聞くすべき味がある三十一入念な説得ウェブテキストの題名は義王長王に問う訓読義王長王にとって曰く我信と共に官を責めんと欲すいかんと 帳簿を答えていわく漢正に座して滅ぶるを待たんとするかまさに先て天下に従わんとするかと王いわく漢正に咲いて天下に従わんとせんと長母をいわく漢は義を恨みんか真を恨みんかと王いわく義を恨みんと 長坊いわく漢は真を強しとするか義を強しとするかと王いわく真を強しとせんと長坊いわく漢まさに先てその京とするところと恨みざるところとに従わんとするかまさに咲いてその強しとせざるところとその恨むところとに従わんとするかと王いわく漢まさに先てその強しとするところとその恨みざるところとに従わんと長坊いわく を責めるのことを王自ら知れりと。訳文「義王が家来の長望に問うた。要は信と共同して漢を攻めようと思うがどうかね?」。長望は言った「漢は自国が滅びるのを挿して待つでしょうか土地を割いてでも天下の諸行に従って義と信徒に対抗するでしょうか王は言った「おそらく土地を割いてでも天下の諸行に従うじゃろうな」。 漢は,は義を恨むでしょうか信を恨むでしょうか義を恨むだろうね漢は真を手ごわいと思うか義を手ごわいと思うかどちらでしょうか信を手ごわいとするさ漢は土地を割いて手ごわいと思う国で恨みのない国に従うかまた土地を割いて手強くないと思う国で恨みのある国に従うかどちらでしょう漢は土地を割いて 手強くて恨みのない国に従おうとするだろう。長望はそこで「これで菅を責めることの可否利害が王ご自身よくお分かりのはずです」と申し上げたのであった「遅く今節丁寧に教えることを俗に勘で含めるように教えるということがあるこの章などはまさにそれに該当すると言えよう」以上次32方向違い。 32方向違いウェブテキストの題名は「義王簡単をセメント欲す」「訓読義王簡単をセメント欲す」「器量これを聞き中道にして帰る」今来て伸びずん「今来て伸びず」「ん今来て伸びず」「当人をも去らず」「唯て王には見えていわく今真の汚れる時人を対抗に見たり」 まさにに面しててその真告げて曰れソニにゆかんと押すと、真曰く、君ソにゆくに旗は何すれぞ北面するやと、曰く我が馬よしと、真曰く馬よしといえども、これその道にあらざるなりと、曰く我が要王子と、真曰いわく王子といえども、これその道にあらざるなりと、曰く我が魚者よしと、この数者いよいよよ,よければ、 そう離れる,ることいよいよ遠からんのみ今王動いて覇王をなさんと押し上げて天下に信ぜられんと押す王の国の代と兵の精鋭等を頼みて簡単を攻め持って地を広め名を辿っとくせんとす王のどういよいよしばしばすれば王を離れる,ることいよいよ遠からんのみなお書に至らんとして北行するがごときなりと 分義の慶応が趙の簡単を攻めようとした」「棋梁」という信がこれを聞き急遽旅の途中から帰ってきた着物はくたびれてしわだらけ頭の髪はちりだらけであったしかし取るものもとりあえずそのまま行って王に謁見して申し上げた「今私が来る時王冠で人を見かけましたその人は車を北向けにしていましたが 私に蘇に行こうと思うのですが」と申しますので私は「蘇に行くのにどうして北方へ向かっているのですか」と言いますとその人は「私の馬はいいのでね」と申しましたそれで私はいくら馬が良くても蘇へ行く道ではありませんよと言いますとその人は「旅費もたっぷりありますし」と申します私はいくら旅費が豊かでも蘇への道ではありませんと申しましたその人はなお漁者も立派ですしと言いました この人の言うことはそれがその通りならいよいよ遠くそう離れることになるのです。このことから考えますと今王の動かれ方は覇王になろうとしてでありそのために天下の諸侯に信を得ようとしてであります。けれどもお国の大きさと兵の盛況を頼んで艦艦を攻め領土を広め名を尊くしようとせられるのは 王様のそうした動きが度重ねれば度重なるほど覇王になることからいよいよ遠く離れられるのみですちょうど蘇へ行こうとして北へ行くのと同じようであることをよくお考えください遅くこの章の比喩義王に挙動の誤謬を的確に指摘し得ている以後は敵の石を攻めて地すなわち領土を広めることを目標とするが方向違いの 堕着はよほどの達人でも完全には免れ得ぬと聞いている我々の日常生活でもこれに類する誤ビは絶えず繰り返されているであろうと考えると示唆に富む面白い章と言えるようである以上33大徳忘るべしウェブテキストの題は「新良君新 を殺す君読、新領君は神秘を殺し簡単を救い、神秘党を破り、彫国を存せり、超自ら攻撃す。当初、新領君に言いていわく、新これを聞く。いわくことには知るべからざる者あり、知らざるべからざる者あり。忘るべからざる者あり、忘れざるべからざる者あり、と、新領君いわく、何のいいぞやと。 答えて曰く人の我を憎むや知らざるべからざるなり我の人を憎むや得て知るべからざる,得て知る,べからざるなり人の我に得あるや忘るべからざるなり我の人に得あるや忘れざるべからざるなり今君神秘を殺し簡単を救い神秘党を破り彫刻を損せりこれ体徳なり今長王自ら攻芸す卒然として長王にまみえよ 真君のこれを忘れんことを願おうと、新良君曰く無期、謹んで教えを受くと、約文、義の公子新良君無期、将王の子である新良君無期は、義の将軍神秘を殺し、長の肝胆を救い、真を破って長を救い、損した。王はこれに ためにこれを郊外に出迎えて感謝の意を表したその時「当初」という義の信が心領君に言った私はこんなことを聞いています物事には知ってはならぬこと知らねばならぬし知らねばならねばならぬことえちょっと待って知らねばならねばならぬこと忘れてはならぬこと忘れねばならぬことがあるこれ知らねばならぬことでいい,い,いんじゃないかな ねえどうだろう物事には知ってはならぬこと知らねばならぬこと忘れてはならぬこと忘れねばならぬことがあると一体何のことかね他人が自分を憎んでいるならその理由はぜひ知らねばなりません。自分が他人を憎いと思うときはその理由を詮索してはなりません。他人が自分に恩恵してくれるときはその行為を忘れてはなりません。自分が他人に徳を施したときは忘れなくてはなりません。 今君は神秘を殺しカンタンを救い神を破り蝶を存続させられました。これは大きな徳であります。今蝶王が自分で工芸の霊を取られました。ついては君に置かれては卒然とお目にかかったふりをして蝶に対する大工読をお忘れになりますお。お忘れになりますようにお願いいたします。鼻にかけないでっていうことですね。新涼君は言った。 向き、こと謹んでお教えを受けご忠告の通りにいたします。遅く安棋王は長の鯉を入れ将軍神秘を救援に派遣した。しかし真の威嚇にあって救援を観をせしめえず軍を国境にとどめさせた。心良君はそれを不満とし神秘に軍隊の引き渡しを要求したが頷かなかったのでついに神秘を殺して軍隊を奪い。 秦を破って閑端を救いつ朝を危機から脱せしめた新領君が自国の将軍を虐殺したのは蒸気の理由からであった激殺ですかね激殺したのは蒸気の理由からであった鎮魚の嘆き ウェブテキストではこれ1文字抜けてますわね「えー、と義王竜王君と船を共にして釣る訓読義王竜王君と船を共にして釣る竜王君十余行を得て何だ下る王曰く休んでざるところあるか格のごとくんば何ぞ相告げざるやと」と答えて曰く心あえて休んでざるなきなりと 王曰しからばすなわち何すれぞ何だいずるやと、曰く真は王の絵師ろの右をたればなりと、王曰く何のいいぞやと、答えて曰く真の初めて右往をつるや、真は,はだ喜べり、も元い真は,はだ喜べり、後にうることまたますます大なり、今真直ちに真が前に絵師ろをスてんと欲す。 今真の凶悪をもってして王のために親戚を払うを得たり今真尺は人君にいたり人を帝に走らしめ人を道に避けしむ司会のうち美人また甚だ王し、真が功を王にうるおきかば必ず将を掲げて王に走らん真もまたなお先の真が前に絵こ所の右往のごとくならん真もまたまさにステラレントス真伊豆んぞ、 よく何だのいずることなからんにゃと義王いわく過てりこの心あるや何ぞ相告げざるやとここにおいて礼を司教のうちに敷いていわくあえて美人を言うものあらば俗せんとここによってこれによってこれを見れば近従の人そのへつらいを進むるや固くその自ら覆いつなぐやまったし今千里の外より美人を進めんと欲す。 満たすところのものを何ぞ必ずしもこうをえんにゃたとえこれたと,、えーとうん、例えこれこうをうとも何えと伊豆くんぞ伊豆くんぞかなうんたとえこれこうをうとも伊豆くんぞ必ずしも我が用をなさんや。しかるに近従の人愛ともに我を恨み災いあるを見ていまだ幸いあるを見ず 恨みあるを見て未だ徳あるを見ず血を持ちゅるの術にあらざるなり訳分義王が愛称の愛称と訳してますか竜洋君と船で魚釣りに出かけた竜洋君は十四日の魚を釣り上げたところで泣き出したそれを見た王が言った 何か心配事でもあるのか。もしそうならどうして言わないのか。別に心配事ということでもございません。ではなぜ泣くのか。と言うと、私は自分が王様のお釣り遊ばした魚と同じではないかと思えてきたからです。どういう意味じゃ。私は初めて魚を釣った時、とてもうれしゅございました。しかしその後、だんだん大きいのを釣るにつれ、前に釣ったのを捨てたくなりました。 私のような不器用者が今日まで王様の親戚にはべることができましたそれのみか仁君と同格の位をいただき大名と同格の位をいただき宮廷の位置では人を庭に避けて走らせ町へ出れば人民を道路に避けしめるまでの身分にしていただきましたところが天下には美人が少なくありませんそれらの美人が私ごときが王のご寵愛に欲していることを聞いたならば もっそう掲げ先を争って王の午前に走り水産するは必要でございますそうなれば私も私が先に釣った小さな魚を同様捨てられるであろうと存じますこれが泣かずにいられなかった理由です違う違うそんなことするものかそんな心配をしているのならどうしてもっと早く言わなかったのか と言って国内にあそこに美人がいるここに美人がいると美人の噂をする者は一族連座の刑に処すると触れを出した不不礼を出した。これによって見ると左右に禁じする調臣が主君にへつらいおもねる効果たるや偉大なもので自分の悪を覆うて自分を主君につなぎ得ることはほとんど完璧であるこんな状態のところへ今千里の外から美人を推薦しても 推薦された美人がどうして長愛を得るとえ寵愛を得ても水産者の推薦者の得になることがどうしてありえようかかえって金似の人々に恨まれるから今まで災いはあっても福のあったためしはないすなわち今まで恨まれることはよく見たが得を得た人を見たことがないゆえにこうしたことは知者のなすべき手段ではないのである。 法則、劉洋君は美男のゆえをもって寵愛を得た平身だ。平身であると言われてきた。しかし、女性と返しても意味が通じなくはない。ああ、なるほど。これは女性と返したってことなんですかね。以上、三十五、天使の怒りより、方位の怒り。不位の怒り。ええー、と。 これですかね神王人をして安良君に言わしむ。訓読神王人をして安良君に言わしめて曰く、歌人五百里の地をもって安良に火炎とっす。安良君それ歌人に許せと。安良君曰く大王慶を加え大をもって章に薫るは甚だよし。 しかりといえども地を戦王にうく、願わくはついにこれを守りて、あえて返さらんことをと。新王喜ばず、安良君よりて当初をして真に使いせしむ、新王当初に言いていわく、歌人500里の地をもって安良にかえんとす、安良君、家人に聞かざるは何ぞや、かつ信、官を滅ぼし、義を滅ぼして、君50里の地をもって損するは、 君をもって長者となしゆえに意におかざればなり今我十倍の地をもって広めんことを君にこうしかるに君家人に逆ろうは家人を軽んじてかと当初答えていわく「いな核のごときにはあらず安良君地を洗脳に受けてこれを守る千里といえどもあえて変えざるなり兄ただに五百里のみならんにゃ」。 と神王、普然として怒り、当初に言いて曰く、こうもまた勝って天使の怒りを聞きしかと、当初答えて曰く、神未だあえて聞かざるなり、未だ勝って聞かざるなりと、神王曰く天使の怒りは福祉、白満、流血千里なりと、当初曰く対応、勝って不意の怒りを聞きしかと、 太王曰く不意の怒りはまた冠を脱ぎ渡船し神戸をもって地をつくのみと当初曰くこれ養父の怒りなり死の怒りにはあらざるなりそれ先祖の横領を刺さんとするや彗星月を覆い情勢の寛解を刺さんとするや発光火を貫き料理のケーキを刺さんとするや創を殿上に打てりこの三子は皆不意の死なり 怒りを抱きていまだ発せざるに急進天より下れり、心と共にしてまさに死タらんとす。もし死必ずいからば、福祉二人、流血五歩、天が高祖ん、今日これなりと、剣を抜いて立つ、心を色たわみ、長期してこれに射して曰わく、先生座せよ、何ぞここに至らん、歌人悟れり、それ寛義、 滅亡して安良五十里の地をもって損するはただ先生あるをもってなりとこれは始皇帝の話のようでございます。約文「新王始皇は死者をいだして安良の君に次のように言わせた。要は土地五百里をもって安良と交換したいと思うので安良君のご承諾を得たい。安良は河南省。 遠領権義の俗領それに対し安良君が言った「大王が世に恩恵を加え五百里の代を持って小さな安良と交換してくださるとはありがたいしかしこの土地は千王から頂戴したものゆえどうか永久にこれを守りたいと願っておりますので交換し,しないで済むようにしていただきたいものです。 これを聞いて神王は不快に思った。それで安良君は当初を使者として秦に派遣したすると新王が当初に言った要は500里もの広い土地を持って狭い安涼と交換してあげようと言っているしかるに安良君が世の申し出をうなずかないのはなぜかその上余が漢儀両大国を滅亡させたのに 安君のみは50里ばかりの狭い土地ながら存続存在支援させたのは安良君が有毒者だと考え滅ぼそうとの意思を持たなかったからである今私が10倍の土地を持って安良君の所領を広めてあげようと言っているのに安良君が世の申し出に逆らうとは世を軽んじてのことかいいえそんな理由ではございません。 安良君は千王に頂い,いた土地を守りたいとてお断りしたまででたとえ千里の土地とでも交換されないでしょう五百里に不満があるのではありませんそれを聞いた新王は急に土色を怒りの色を表に表して当初に言った「天使の怒りどんなものかこうもお聞き及び,及びだろうね」いいえ聞いたことがございません一旦天使が怒れば 福百万伏せたカバネ、百万流血千里の惨状を呈するものだ」と脅したすると当初は逆に「大王は無為無感の勇士の怒りがどんなものかお聞き及びでしょうか」「不意の怒りと言ったってただ私が冠を取り戦則になって頭を土地になすりつけて機嫌を取るだけ和解するだけじゃ恐れることはないよ」すると当初は言った それは、文句の怒りというもの、至るものの怒りは、そんなものではございません。四角の千千書が孔子、孔後の後継ですね。孔子のために五王領を指そうとした時、水星が月を襲い、また、四角。上星が漢の総界を指そうとした時、八皇が太陽を貫き、また、要理が五王綱領のために王子、景気、五王領の子、王子。 ケーキを殺そうとした時、僧侶が宮殿の上を打ったと言います。この三者は、皆、不意、無意無感の死であります。その怒りを内に抱いて、未だ外に発しないうちから、正気が天に感応して、生髄が天から下されたのであります。今、この三人に私を合わせると、不意の死は四人になります。もし、死が怒りを発しますれば、死に伏すものは必ず、 二人、えー、つまり相手と神王相手神王と自分流血は五歩の近きにありますそして天使が死んで天下の民は喪服をまとうことになりましょう「今日はまさにその状態です」と言いながら剣を抜いて立ち上がって神王に迫ったすると神王の顔色は急にくじけひざまずいて当初に詫びていった「先生まあお座りください」。 どうしてこんなにお怒りになったのでしょう。先生のお言葉よくわかりました。漢と義が滅亡してしまったのに五十里四方ばかりの安寮が存続し得たのは全く先生のような立派な方があればこそであることを悟ることができました。補足、漢も義も滅んで義の俗領であった安寮のみが予算を保って余勢を保っていた。 神王が安領に十倍する五百里の地をもって安領との交換を強要したので安領君は当初を使者として神に使わしその偽境によって神の脅迫を免れたことを記した一章である。神王の暴意を恐れずかえって神王を威嚇し屈服せしめた当初の面目薬序たるものがある。ちなみに先書「専書情勢」上世は先にも出てきました。 先書情勢の伝記は四季の四角列伝につまびらかであり、料理の相和は五越春秋に見える。五越春秋ね、次に読もうかなと思っている本です。さて次、ここで、えー、と、儀は終わり、次、漢ですね。読めないことはないと思うんだけど、 ここら辺で一回休憩入れましょうかね。そして残りを読んでいこうかなと思っています。それではまた後ほどありがとうございます。ごきげんよう。